どうも、こんばんは。2018年4月の18日、夜中の2時30分です。よろしく。なんだろうね、なんか、いっちょがみしてくるやつが多すぎてもイライラするよ、俺。ほっとけよな。なんであんなグダ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 言われないといけないんだよ。意味がわかんねえよ、マジで。なんなんだろう。なんであんな映画に対してさ、詐欺だ詐欺だっていう人いるんだろう。こんばんは、エルミいらっしゃい。なんなんだろうな。何をそんな、わちゃ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 するんだよな。全然よくわかんねえよ。なんなの。さっきひどいこと言ってたから静かにしてた。ああ、見守っててくれたん。ありがとう、ありがとう。てか何、さっきのトツ満喫そうなの、これ。あれ、声満喫そうだった？あれ、きつそうだったんだ。知らなかった。登録しとこ。なんか解放の枠が荒れたんでしょ。なんか俺のことを話してなんか荒れたってさっき書いてあったよ。はい、こんばんは。わたあめいらっしゃい。はい、ワドツー。なんだろうね、やりたいことをやろうとすると邪魔をする人間の心理が全然わかんないんだよね。なんでそんなことをするんだろう。応援すりゃいいのにね。あんな強気の解放さん、いや見てないからわかんないんだけど、何、結構荒れてたの？具体的にはどんなこと言ってたの、解放は。なんか俺のことディスるかもしんないけど怒らないでねって、なんか前日に連絡来たけど、俺のことディスってたの？許せねえよ。師匠をディスる弟子とか許せねえよ。おいっす、カズさんいらっしゃい。ラピスいらっしゃい。何なんだろう、もうクソめんどくせえわ。なんかね、俺に常識が通用すると思ってるやつが許せねえ。俺何年間クソみてえな生活してると思ってんだよ、本当に。はい、ワドツー。あ、もう寝るんすか？おやすみなさい。洗脳されてるとか言われてた。洗脳ってなんだよな。そもそもなんか洗脳されてるとか言ってる方が頭おかしいやつだと思って、陰謀論かよっていう。洗脳ってそんな簡単にできるもんじゃねえから。洗脳ってめちゃめちゃテクニカルだからね。洗脳とかできるよ。やり方知ってるよ。だけど、絶対仕掛けないよ。あーたんありがとう。こっちフォローしといて。まあまあ、イライラするだろうな、多分。初めての経験じゃん、アンチが多い中、放送するのは。
まあ辛かったろうね、多分ね、かわいそうに。まあでもそれも経験だよな。大手配信者になりたいんだったら、まあ絶対避けては通れない道だから、もうそこは覚えるしかない。で、あの3年間がむしゃらにパクって、自分の中に残ったものが自分のスタイルだから、もうとにかく今パクってやりまくるしかない。ひどんなさんとかさ、あの便所太郎さんがさ、可愛がってくれてるからさ、解放のこと。解放もなんか大手と触れ合うようになって意識が変わったんだと思うよ、弾丸塾とかで。あ、配信ってこうやってやるんだっていうのを勉強してんだよ多分。まあ、解放優しいかな、減らないといいけど。まあなんかいろいろ、なんか閲覧多かったみたいね。ゆいかさんが見たってことは相当閲覧多かったんじゃないの。配信って意外とテクニカルだからね。あ、フォローしてくれてんの、あーたん、ありがとう。Thank you。 ありがとうございます。卵味噌はもう伸びないと思う、ヤチルさん。あの正直に言うけど、ドラミちゃんに会いに行く配信の手の抜き方と弾丸塾をバックれたのはもう無理だと思った。2回連続だから、もうそういう生き方をしちゃってるから、あれはもうね、自分のファンつかないよ。応援したいって気持ちにならないでしょ、リスナーさんは。すげえ期待してたけど。初見さんいらっしゃい、アイテムありがとう、楽しんでてね。あれはかわいそうだけど、俺卵味噌相当面白くなると思って期待してたけど、もうね無理だと思うね。要はね、腹が据わってない。要はお小遣いもらえたらラッキーぐらいに考えてるから、そんな甘い世界じゃないよ。この世界でね、やっぱ有名になるって相当頭おかしいやつだから、自分からバカになれる人じゃないとね、無理だよ。いいんじゃない、でも本人のためを考えたら。別に配信者で有名になることっていいことじゃないから、要はクズ人間だっていうことだから、俺はまあそれでいいと思ってるけど、本人のためにならんでしょ。俺も卵味噌にはだいぶ期待してたけどな。しょうがないよね。伸びてほしかったよね。あいつなんか持ってたけどね。まあでもね、柏木とかさ、石野とかさ、持ってるやつですげえなってやついるんだよ、やっぱ。でもね、やっぱね、本人がね、配信好きじゃないとダメなんだよ。辛いことも受け入れられないとダメだよ。いいことばっかりじゃないもん、配信やってて。それひどいこともされるわけじゃん、中には。それを乗り越えてさ、それでもリスナーさんが好きだとかさ、それで初めて認められるもんだから、やっぱりそれが卵味噌にはなかったんだよね。アイテムありがとね。生活リズム狂ってるよ、もうね。いくつぐらいの頃からだろう、中学生ぐらいには狂ってたね。夜型、もう太陽を見ると眠くなるもん。いいの、それが俺の生活だから、俺のやり方だから。俺が起きた時が朝の。エンターテイメントだよ、なんだかんだ。要はリスナーさん楽しませて、自分がいかにクズになれるのかっていう世界だから、完全なエンターテイメントだよ。夜の方が落ち着くっていうかね、夜はね、なんか俺すげえ子供の頃からさ、あの自分の時間すげえ好きで、で夜はさ誰も邪魔しないんだよ。夜は誰もいない、自分だけの時間なの。夜は誰も傷つける人がいなかった、自分のこと。夜はね、誰もね、嫌なこと、嫌な世界がない。
夜は俺のこと守ってくれる。夜が好きなの、俺は。うん。だから、成田のさ、夜中なんか誰も歩いてないから、歌いながらさ、大声で歌いながら徘徊してたよ。のんたん寝てるよ。のんたん寝てる。夜は自分だけの世界。アドビ系のソフトとか勉強してる人ってほとんどいないと思うよ。俺はイラストレーター、フォトショップ使えるけど、配信者でイラレフォトショー使える人って確かに聞いたことないな、言われてみたら。俺フォトショー使えるよとか聞いたことないね。リスナーさんではいっぱいいるけどね。まあ別に使えなくてもいいんじゃない？うん、なんとかなるよ。あれがいるわ。アメリカ人が使えるわ。アメリカ人が使えるイラレフォトショップ。これはだから結構なんかなんだろう、サイト制作とかやってたからね、手伝いで覚えるしかなかったんだよね、会社やってる時。あのプログラマーはいたんだけど、なんだっけ、イラレフォトショーとかのデザインとかはどうしてもデザイナー雇えなかったから、自分たちでやんないとなっつって、それでなんとか覚えたんだ、思い出した。懐かしいな。会議は会社は倒産？あ、会社はね、友達に売った。うん。友達がやってる今。株上としたもん。これでアルファ来たら、うん、どうなんだろうな。やっぱり道具を使いこなせるかどうかで、俺配信でさ、結構機材のこと詳しく立場になっちゃったけど、実はさ、もう本当にこんな性格だから、何にも知らないまま全部覚えていったの。こういうキャプチャーとかコメントをこういう風に表示するとか、あとなんだろう、例えば放送中にリアルタイムでこういうことやるとかさ、全部ね、ゆっくりゆっくり一個一個自分で触りながら覚えていったのよ。で、頭の中にはこういうのやりたいっていうのはあったの。だけど俺はそう、なんつうんだろうね、理論じゃなくて遊び倒して覚える派だから、だからまあカメラが来たら多分表現の幅が広がるとは思ってるけど、遊ぶっていう感覚がすごくしっくりくるの。遊んでる時が一番楽しいよ。格闘技もそう。遊んでると楽しいっていう、辛いことにしたくないの、何かをやるときに。でしっくりこないものはやりたくないんだよね。遊んでたいの常に。うん、楽しい。あ、リスナーさんから聞いて教えてもらってる部分もあるよ。でもそれが別に間違ってることではないでしょ。リスナーさんから聞いて何がいけないんだい。聞いていいでしょ。わからないことを教えてって。俺聞きまくるもん。わからないことがあったら知ってる人に聞くっていうのは一番有効な手段だと思ってる。配信する前何仕事してた？いや生活保護だった、うん、あとはまあ自営業とか、まあ、いろんなことやって。プータローだよ、プータロー。プータローのパータローだよ。遊び人だよ、ただの。配信業っていうのも俺あんまりしっくりこないかな。なんか配信で遊んでるだけなの。遊んでお金稼いで何が悪いと思ってて、ワクワクしてキラキラしてドキドキして遊びながらお金稼ぎたいのね。なんか嫌なことやって社会に、なんか
社会なんかお金のためになんか魂売るみたいなことは俺考え方ちげえなと思って、なんかすげえ難しいんだけど、生きてる時間を全部ワクワクする時間で、お金少なくてもいいからそれで生活したいと思ってる。なんかそれが楽しいんだよね、すげえ。もうずっと毎日ワク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 してたい。楽しいことだけやる。そうするとストレスがなくなるから、お金が少なくても耐えられる。苦しいことも耐えられる。苦しくなくなる。でもこの生き方選ぶようになったから、鬱が軽減されたっつうか、鬱にならなくなったね。楽しいことを毎日ワクワクして生きてるよ。ストレスがゼロだね。うん。はいよ。おやすみ。はい、わざつ。ありがとう。KP ありがとう。そうね。まあ、食っていければなんとかなるからね。アイテムありがとう。夢のカメラ、そうね。まあなんかみんなが言うほどなんかみんなすげえ叩いてるけど、なんか別に普通っていうか、まあまあなんかみんな応援してくれるっしょ、なんだかんだって感じみんななんか応援してくれるから、もうなんか叶うもんだと思ってる俺はなんだかんだうまくいくんだよね、なんでか知んないけどあんまり深く考えてないよ。多分うまくいくよ、俺は。今までもそうだったから。のんびりのんびり。そうだから、なんかね、こう未来のことあんまり考えないで、未来やりたいことと今がつながってる生き方で、今にしか集中してないの。だから今が良ければそれでいいの俺は。未来やりたいこととつながってればそれで、夢の中で生きてんのと一緒だから、そうそう、深く考えても意味ない。知識なんかあっても意味ないかんね。ただ楽しいことやってりゃいいんだよ。
ミラーレスディス。でもミラーレス結構将来性があると思ってるけどな、俺は。ゲームはね、なんだっけこれ。メタルギアソリッドアタックっていう、メタルギアソリッドってめちゃめちゃかっこいいゲームが俺のガキの頃流行ったんだけど、これドット絵なんだけど、ドット絵の最高傑作だと思ってて。で、これの、スマホ版のゲーム。これ全部ドット絵なんだよ。メタルギアソリッドアタックなのよ。ちょっとハマっちゃってんだよね、今。今、もう無課金分終わっちゃったから何もできないけど。これ神ゲーだよ、神ゲー。うん。ドット絵、ドット絵が好きだよ、俺。だ自分のね、あれをドット絵に変えたいぐらいなんだよね。でもドット絵描けないからさ、俺。こういうなんか職人さん今生き残ってんのかな、ドット絵の。メタルギアじゃなくて、あ、メタルスラッグだ、ごめんごめん。メタルギア、メタルスラッグ、メタルスラッグアタックだ。そうそう、なんかカメオね、ドット絵すごい好きでさ、カメオ今日何でくんのかなっつって。ドット絵かわいいよね。なんか RPG スクール3っていうソフトを自分で持ってて、ドット絵描けるんだけど、なかなかうまく絵が描けなくて悔しい思いした。何回も何時間もね、ずっと学校から帰ってきて作ってんだけど、うまく描けないんだよ、絵心がないから。難しいんだよね。なんだろう、映画ってなんか口を出されやすいんだなっていうのはよく分かった。なんか映画撮りたいって思ってる人が多いっていうのと、映画っていうのは素人の人がダメだよとか言いやすいジャンルなんだなっていうのを感じた。なんかそれはすごく感じれるかな。なんか参加しやすい分叩かれやすい素材なんだって。これがさ、別のことだったら叩かれてないような気がする。なんかみんな人のことより口出すの好きだよな。なんか解放がスタンプ送ってくるんだけど何？なんか解放減らってねえが。なんか解放がやたらスタンプ送ってくるんだけど、減らってるだろこいつ。普通にコメント打てよ。配信中だわ俺。多分今日の放送で減らったんでしょ。何それ。ゲームね、昔のゲーム面白いのいっぱいあったんだよな。なんかね、バルキリープロファイルっていう作品があるんだけど、バルキリープロファイルはすげえ感動した。あのね、主人公が、戦乙女バルキリーっていう、まあ、可愛い女の子なんだけど、
設定がすごくて、まあ映像とかもすごいんだけど、バルキリープロファイル何がすごいかっていうと、なんて言えばいいのかな、あのね、死者を自分にこう、なんだよ、うるせえな、あの解放さ、今放送中だから、あの用があるんならコメント書いて、怒るよ。バルキリープロファイルめちゃめちゃ面白いよね。これ今流してるやつなんだけど、これね、あの人間が仲間を集めるの、そのバルキリーっていうのは神様の世界で、こうなんていうのかな、戦争が行われるんだけど、その兵隊を集めるためにバルキリーは地球に降り立って強い選手を仲間にしていくっていうゲームなのね。でこのゲームすげえなと思って、こいつ仲間にしようと思ったら、そいつの世界にぐわーって入っていって、そいつが死ぬところからスタートするの。どうやって殺されたのかっていう。でそれがもう最初のオープニングムービーで殺されるんだけど、なんていうのか、おい高谷いらっしゃい、うん、奇跡とかは淡々とやるもんだと思うよ。奇跡なんて頑張ってるやつは確実に起こると思ってるから、うん、奇跡は起こすもんだと思ってる俺は。で頑張ってれば勝手に起きるもんだと思ってるから、俺は全然奇跡を起こしまくってきたから大丈夫よ、やるよ。みんなが不可能だって言うと俺やできるって思うの。映像がめちゃめちゃ綺麗なんだよこれ。でなんか仲間をするのに、死ぬところって、人間が死ぬところって一番すごい重要なところなわけじゃん。どういう生き方をしたのかって、どういう死に方をしたのかだから、だからこの作品ってすごくて、死んだところから仲間にするところに入るから、例えばこのシーンとかそうなんだけど、こいつがこうなんかボスみたいなのと戦って、でめちゃめちゃ強いんだけどやられちゃうっていうシーンなので、こいつ仲間にするみたいな、それがすげえ面白かったんだよね。なんか設定としてすごくない？なんかゲームメイクっていうかさ、この設定考えたやつ天才だなとか思って、まあ、キャラクター結構パクリだったりするんだけど、これなんかベルセルクのガッツそのまんまだからね。最近止まんだよな、よく。あ、ちょっと待って、バルキリープロファイル面白かったよね。あれ流れない、なんか YouTube 変だな最近。これこれこれ、いいゲームですよ。で2もあったんだけど、1が面白かったね。バハムートラグーンやってんだ、やったことねえな。これもう一回やりたいな、バルキリープロファイル。綺麗だよね。なんかゲームはもうこれくらいのグラフィックが一番いいと思ってる。なんか世界観に入り込めるっていうか、絵本読んでる感覚でできるのが俺これくらいのグラフィックだね。これ以上になっちゃうとなんか、えって、なんか酔うっていうか、俺これ求めてねえわってなって、それでもうゲームやんなくなっちゃったね。スーパーファミコンかプレイステーションぐらいの画質が一番好きだったな。こう限られたその容量の中でどういう風に世界観表現するのかっていうのを競い合ってた気がするんだよね。まあそれがね、一番すごいのはファイナルファンタジーだけど。解放うるせえなお前、怒るよ。ピコンピコンうるせえ、放送中だっつうの。そういうとこだよ、うるせえっつってんだよ。FF7 名作だよね。放送中にピコンピコン LINE すんじゃねえよ。FF7 はクリアできなかったな、セフィロスが好きすぎて。最後までやったけど、
セフィロスを倒せなかったよ俺は。あ、っていうかさ、昨日さ、なんかさ、コメントであったんだけど、アマゾンでタブレット買おうか迷ってるって言ったけど、アマゾンが年1回のセールやってたんだね。で、アマゾンのタブレットが、なんか3000円で売ってて、多分放送を見るように買おうか迷ってたんだろうな、リスナーさん。タブレットが3000円で手に入る時代ってすごいよね。だからさ、3000円で買ってさ、台所とかにさ、ふわっち専用のさ、なんかね、持ち歩きの子供用とかでも買えるわけじゃん。あれって放送見れんのかな、アマゾンのタブレット。ちょ、見てみる。もうタイムセール昨日で終わっちゃったと思うんだけど、タブレット3000円で売ってたよ。これかな。あー、もうタイムセール終わってる。これがね、3000円で売ってた。これか。ファイヤーセブンっていうのかな。で、定価は、5000円って書いてあるね。Google プレイからダウンロードできるの。スプラトゥーンがわかんねえな。これでもさ、これで放送ふわっち見れるんだったら、これ全然良くない？な、ちょっと小さいんだけど、まあ、これくらいのサイズ。これでもさ、放送見るのには便利だよね。なんか初めての入門期っていうかさ、なんかね、奥さんが持ってこれで放送用にって、これ1個で放送垂れ流してさ、で家事とか洗濯とかやるんだったらこれ悪くない。うるせえな、解放よ。じゃあ説教するわ。分かってねえこいつ。うるせえな、何なんだよ。ちょ、説教するわ。イラッとする。いや、しつこいでしょ。お前、放送中にお前しつけんだよ。なんだよ、ピコンピコン。え？え、じゃねえよ。放送中？放送してるよ。今？やってるよ。今やってる？やってるっつってんの。私のところに進ん、あ、私のところに乗ってなかった。知らねえよ、そんなもん。もし、配信外で LINE ピコンピコンもダメだっつってんだろうがよ。配信外の方がダメだろ。そっか。なんだよ。ごめんごめん、うん、いや、あのね、うん、クラウドファンディングでね、うん、はい、私が配信してね、うん、クラウドファンディングで、うん、私のリスナーさんでプレゼントか詳細を期待してくれるんだったら3万円出してもいいっていうリスナーさんが出た。うん、よかったじゃん。よかったじゃんっていうか、よかったじゃん。え？何？え、和道さんはクラウドファンディングは考えてないの？ごめん、話変わんないから。え、ちょっとごめんなさい。あ、映画に対して、映画に対しての話。はい？映画が何？映画に対しての話で、はい、今資金はほら、300万さ、目標25万の、目標資金300万って言ってるじゃん。そうだね。それをクラウドファンディングにしたらどうかっていうふうに、うん、お地蔵さんっていう、うん、私のリスナーさんが言ってくれてて、うん、それで、うん、もしクラウドファンディングで、うん、納得のいくプレゼントの詳細を、あ、もうめんどくさい、ほっといていい、ほっといていい、そういうバカはほっといていい、バカすぎる。いや、本気で言ってくれてたんだよ。いやもういい、バカ、そう、もう分かってないやつだからほっといていい。うん、あのね、要は俺は金のために何かをやったりとか、うん、頭下げたり労力を使うのが嫌いだからこの生活やってるわけで、ね、まともにちゃんと映画を撮ってクラウドやるんだったら、うん、俺配信もやめて専門学校通ってプレゼン資料作って、それこそ頭下げてクラウドファンディングでやるんだったら分かるよ。俺は配信で遊びたいだけなの。映画も遊びなのよ。
で、そういうね、要は、プレゼンうまくいったらやってやるよみたいな、偉そうなやつ俺、大っ嫌いなんだよ。もう、あ、そいつと遊びたくないの。あ、もうとにかく、もう俺、偉そうな人じゃないよ。いやいやいや、そういうことじゃないんだって、そういうことじゃないの。だったら花火投げろよって感じだから、俺からすると。わかる？あ、要はね、もうストレスが一番の敵なの、俺からすると。で、俺に指図するな。誰も、誰も。うんうん、気に入らなきゃ投げなきゃいいし、気に入らなきゃ投げなきゃいいし、気に入ったら投げりゃいいんだよ。もうすげえシンプルな世界だから。それが俺のライフスタイルだから。解放。そっか。そうそうそう。別に金が目的じゃなくて、うん、そう。うん、いい、いい話だと思ってしたんだけどさ。いい、いい、いい。別に、世の中腐るほど金持ちいるし、あの、俺のこと理解できない奴が俺に金投げてもトラブルになるだけだから。俺はだから金が目的じゃないの。そうそうそう、うん、要はああ言っただろこう言っただろって言って俺が守れるわけねえんだから、でしょ。ああ、うん、まあね、そういう、そう、あの映画、私ね、うん、実はね、10制作の映画にメイクと衣装で2本関わってんの。銀猫さん花火ありがとう。こういうことよ、こういうことよ。そう、これでいいの、うん、だから変更とかってすごいいっぱいあるし、そう、だから気候とか天候がね、うん、そうそうそう、会わなくて、うん、何日押したとか、そうそうそう、要はね、うん、あのメイクの色がやっぱり、いや、要はね、要は解放、うん、要はね、うん、俺は遊び人なの、ドラゴンクエストで言ったら。遊び人、そう、ドラゴンクエストの遊び人、まあまあいいんだけど、遊ぶのが俺の生き方なんだよ、うん、遊ぶのが、うん、で、うん、あれやれこれやれっていうやつは大嫌いなの。要は会社員的というかサラリーマンというか、俺はそれがやりたくなくてこの世界に入ったんだよ、うん、俺は遊ぶためにこの世界に入った、遊びを極めるために。だから仕事的なことは一切今後やるつもりない。俺は金のために魂を売るつもりない。うん、うん、そう、だから究極の遊びが映画っていうところに、そういうこと、すごいすごいすごいいいこと。そう、なるほど、うん、あ、分かった分かった分かった、うんうん、いや少しでもね、なんかね、集まれ、うん、もし私の枠でね、うん、賛同してくれる人がね、出てね、うん、集まればって思ったんだけど、いいのいいのいいの、ありがとうありがとうありがとう、あ、うんうん、気持ちは嬉しい、ね、気持ちは嬉しいけど、解放ができる形で解放自身が参加すればいいよ、うん、あ、わかる、私だったら、うん、細々と、うん、まあ細かいアイテムだけど投げることができるし、うん、それが嬉しい、花火はねちょっと買えないけど、うん、いいいい、それでいいの、それでいいの、ちょっと今、ま、丸いでまた借金してるからさ、また借金してるのか、うん、お前、うん、まあいいけど、またとにかく自分ができることを考えて、うん、周りを巻き込まなくていい、周りはいい、ほっとけ、うんうん、バカはほっとけ、うん、じゃあみんな、うん、和道さんのことちょっと分かってほしかったんだけど、いや、いい、無理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 、難しいね、無理だ、人に気持ちを伝えるの、あとコメント走ってさ、今日びっくりしちゃってさ、うん、無理だよ、俺のつつつつ俺のアンチが対応できるわけないじゃん、無理だよ、あいつら話聞かねえんだから、配信会立ち割りって言われてんだもん、ね、無理無理無理、相手にしたらダメだ、本当聞かないね、アンチさんってね、そうだよ、俺毎日あれ戦ってんだよ。会えばこういうの分かったろ、俺の気持ち。会えば女優だね。だから俺の気持ち分かっただろ。ね、分かった分かった。俺が普段どういう風に配信やってんのか。怒鳴りたくなる気持ち分かった。あれを俺は5年間やってんだよ毎日。うわー、いい、ほい、私本当にね、うん、胃が痛いなんて珍しいんだけどね。うん、そんな胃が痛くなった。そんな普通。だからみんなヘラるの、あれを毎日やってるから。あー、そっかー。うん、あれはヘラるわ、私も。でしょ？でしょ？私が、だってこのガタイの私が胃が痛いなんて、うん、そんな可愛らしいこと言っちゃってって思うけど、本当に胃が痛いんだもん。いや、わかるよ、全然。だから無理だよ。うん。うん、だから、配信者っていうのは頭おかしいやつがやるもんなんだから。うん。だから下手に首突っ込むなっつってんの。あの、配信やりてえとか言ってるやつに。お前は違うよ、うん、あの、本気でやるって言ったから。うん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 、もちろんもちろんもちろん、段階塾もね、もう一回ねチャレンジすることにした。それ運営さんにもう一回やるって言うな。あ、言った言った、言った、許可出たの。もうね、今日の朝の時点で言って、うん、くれぐれもう事故のないように気をつけて、もう本気で、うん、もう段階塾生になりたいので、うん、もう一回頑張っていいの取るから取らせてくださいって、うん、死ぬ気でやりますって言ったら、うん、あの安全面、うん、あの安定面、健康面にはくれぐれも注意して、うん、
お願いいたします、うんうん、ご活躍をお祈りしてますみたいな、うん、いいねお返事が来てね、うん、頑張れることになった。うん、頑張りな。だからそれも告知のやり方、告知のやり方とか教えたでしょ。うん、うん、だからだからね、うん、木にはねできないけどね、ちょっと変えるやり方、ツイッター用の画像を送るよ。話聞かねえなお前今日、うんうん、ツイッター用の告知のやり方教えたでしょ。告知っていうのを打たないとって、うんうんうん、だから今画像送るからツイ、ね、話聞けよ。ツイッター用の画像送るから、それ画像添付して使いな。ダンカンさんの写真と、あのみんなの集合写真送ってあげるから、 LINE に。 ありがとう。それ自分で気に入ったので、ダンカン塾の企画やり直しますって告知をちゃんと打ったらリスナーさん来てくれるから。うんうん、ダンカンさんの写真、これね、3つ送っといたから好きなの使って。あ、ありがとう。はい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 。あ、ごめんね配信中に。はいはい、うん、ありがとうございました。はいはい、頑張ってね、うん、はい、うん、頑張る、頑張ってね。はいはい。なんで俺解放に頑張れって言われんの、イラッとしたんだ。お前が頑張るよ。うん、いや、メンヘラモードになってるねあれ。解放は夏になるとメンヘラになるから、うん、季節性のメンヘラだから。金持ってとんずらできない、クラウドファンディングしない、この男は。クラウドファンディングしたらそれで手が後ろに回る。じゃあめんどくさいことやりたくないの、うん、クラウドファンディングっていうのは嫌いなの、そもそも。俺やったことないもん。いい、仕組みがよくわかんねえんだよ。金集めりゃいいじゃん別に、賛同してくるのが。花火でよくね、うん、別に花火でもクラウドファンディングでも金は金なんだから。全然いいよ俺メンヘラ、うちはメンヘラばっかりだから、いいのいいの、慣れてるから。だから人の話聞かないやつが嫌いなの俺。ただ何、メンヘラは別に構わない。メンヘラに支えられてる放送だから、ここメンヘラばっかりだからね。え、応援してくれるんだったらアイテム投げる、応援しないんだったらアイテム投げない、以上でよくね。うん、いや俺もメンヘラだからさ。いや別に詐欺も何も詐欺じゃないじゃん。公平島そう思わない。あ、ありがとうみーすけ、解放ありがとう。みーすけありがとうね、サンキュー。いやなんかすげえシンプルな話だと思ってて、なんか面白いじゃんと思ったら金投げればいいし、つまんないんだったら花火投げないってさ、普通の放送じゃん、普通の放送で。俺が何やろうが俺の勝手じゃん別に。あ、まあまあ、クラウドファンディング金集まりやすいっていうのはわかるよ。だけど、所詮さ、なんて言うんだろう、俺がやってるのが楽しいわけよ。うちのリスナーさんは。俺はおもちゃなわけ。俺はアバターでもあるし、みんなのラジコンつうかおもちゃなわけよ。で、キャラクターで勝負してんの。で、俺のリスナーでないやつにプレゼンを打ちたくないわけ、俺は。そこがこだわりの一つの、公平島。要は、クラウドファンディングサイトに上がっちゃうと関係ねえやつも金集めるじゃん。関わりねえやつの金とかってありがたみある？ねえよ俺。だったらミースケとかさ、さっきの銀猫さんとかさ、こうやって花火くれたのさ、フェイストゥーフェイスなわけじゃん、ある意味。そのクラウドファンディングより近いわけじゃん。楽しいじゃん普通に。なんでさ、こんなさ大人の遊びにちゃちゃ入れるバカがいるんだろうとか思って、ほっとけよって思わねえ。別に俺が映画撮ってね、世界が終わるわけじゃねえんだから。悪いことしようってわけでもねえしさ。
暇なんだろうね。うん、暇なんだろうね。まあ、他人のやってることに首突っ込みたい連中が多いんだよ、多分。それはね、まあしょうがないけど、まあね、そういう人たちの前で商売やってるから、あんまりそういうこと言うのも良くねえのかもしんないけど。おい、ビーナッツさんお疲れ。スポンサーつけると自由はないわな。まあ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 。でもスポンサーつうか別に配信で花火もらうのスポンサーだと思ってるけどね。やっぱ俺も気を使うわけじゃん、花火師に対して。相手もらってる人のね、お金もらってるわけだから、裏切らないようにってやるじゃん。花火投げるリスナーにプレゼントするのか。え、俺がお返しみたいなこと？一回もやったことないよ。だってそれは配信者じゃないでしょ。配信で返すのが普通なんじゃないの？面白い。だって、喋りで返すとかが普通の芸なんじゃないの？ホストじゃねえんだからさ、シャンパン入れてくれてありがとう、ティファニーのネックレスとかってバカ臭くない？そんなの俺、配信じゃねえと思うよ。あ、ありがとう、ありがとう。花火ありがとう、ラピス。プレゼン？あ、プレゼン？え？花火投げるリスナーにプレゼン？いや、プレゼンみたいなもんじゃん。自分を買ってもらうために毎日売り込んでるわけじゃん。違うのかな？面白いことやろうって必死になってるけどな、俺なりに。面白くないかもしれないけど。まあ、路上ライブっつうか。結構喋ってる方だと思うよ。アピールしてる方だと思うけど。プレゼンじゃないのかな？プレゼンっていうか表現っつうか。うん。俺はやってるつもりだけど。違うのかな？いいんじゃない？気に入らなきゃ投げねえで。どうなの？うん、面白いと思ったら投げてくれ、もっと投げればいいしっていう。こんななんか、難しい話にしたくねえな、なんか。クラウドファンディングだなんだかんだとかよくわかんねえよ。どういうことなんだろうな。マニュアルが大っ嫌いなの。そう、マニュアルが大っ嫌いなの。うん、だから T シャツも 24,800円つって笑ってもらいたいね、うちのファンには。バカだなつって笑ってもらいたいのよ。うん、ワドまたバカなことやってるなつって笑ってもらいたいのに。そう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 、風船ありがとう。くだらねえな、また変なことやってるよつって笑ってほしいのに。詐欺なのなんなのさ、クレーム出てねえんだから誰も問題ねえじゃんな。24,800 円で売って何が悪いんだよ、バカ野郎。質問したら答えるよ、俺は。それは仕事の一つだと思ってる。あ、仕事っていう言い方あれだけど、配信の一つだと思ってるよ、俺は。醍醐味っつうのかな。なんか決めつけられると頭にくるもんね。そうそう、普通を憎んでるから俺この世界に入ったんだよね。普通が嫌なんだよ。普通になりたくない。なんかサラリーマンやれよ、公務員やれよって思うもんね。そういうのやりたくねえから俺こういう世界入ったんだよね。コンセプト全然話すよ。ただまあ映画に関して言ったら、なんか中身知ったらつまんなくねえって思うんだよね、見る側からすると。まあ別に言えばって感じだよ。うん、言いたい人に言わすときはいいけど、頭にくる分には反論はするよ。うん、アイテムありがとう。いや別に応援はしてもいいし、離れてくやつは離れてくから。うん、離れてってるやつらいっぱいいるじゃん。別に離れりゃいいと思ってるもん。
俺との人生何の関係もねえもん。勝手に過ぎて勝手に離れてくだけだから。すげえドライだよ俺は。そこは離れてくやつなんか追いかけても仕方ねえかんな。そう思わない？散々囲って、だから囲いとアンチは一緒だよ。いや、ただ作りたいだけなんだよね。で、作品に対して文句言うのは別に好きに言えばつまんないとか、なんだかんだっていうのは好きに言えばいいんじゃんって感じだけど。それはまあ、見る人金出してるわけだから、金と時間使ってるわけだから、つまんねえとか面白いっていうのは言っていいことだと思うから、俺も言うし、それは好きなだけ言っていいと思うよ。映画見て金払ってるやつの特権なわけだから。まあそれ以外はね、映画のことに関して口挟むのは間違ってると思ってるけど。公平島、あのうぜえから次ブロックな、気をつけて。警告1ね。お前いらない、警告はしたから。目障りだわ。放送見たかったら黙ってろ。キツネアくんの時に好きに書けばいいじゃん。知らねえ。え、ヤチルって誰のこと？ってヤチルってコメント、この人のこと、この人、この人、この人がヤチル。タバコ大事だね。あ、そうそう、俺ね、新しいダイエット論を知ったんだけど、すげえの手に入った。あのね、ノーベルなんとか賞を取ったんだよ。ノーベル生理学賞とか取った、2013年に発表された新しいダイエット論なんだけど、ちょっとシェアしようか。もうそれが何て言うんだろう、俺が思ってたのと全然違う新しいアプローチのダイエット論で。ダイエット興味ある？みんな。じゃあダイエット興味ある人にシェアしようか。ちょっと待って、おさらいするわ。なんだっけな、食べる量も一切減らさなくていいんだよ、そのダイエットの方法って。ちょっと待ってね。なんだったっけな。興味ある？お、ダイエット好きが来た。ノーベル、ちょっと待って、今調べるわ。これはすごいと思ったんだよね。2013年の研究だね。で、何取ったんだっけ？ノーベル生理学賞だったっけな。ダイエットウィンドウだ、そう。ダイエットウィンドウっていう時間軸の考え方を提唱した学者さんなの。ノーベル賞を取ってる。気になる？ OK。そう、ダイエット論がね、俺の中でまたバージョンアップしたんだよ。また新しい理論が入っちゃったんだよね。
いくよ。ダイエットウィンドウっていう概念があるの。ダイエットウィンドウ。ダイエットウィンドウかな。ちょっと待って調べるわ。また間違ってるとアンチ上げ足取られるから。みんなさ、朝起きて最初にご飯食べるの大体何時ぐらい？みんな書いて。朝起きて、ご飯を食べる時間。朝起きて食べる時間ね。ダイエットウィンドウで合ってるかな？ウィンドウ合ってるね。ダイエットウィンドウだね。ダイエットウィンドウ。朝7時。で、このダイエットウィンドウっていう概念を考えて、まあそれぞれ覚えてほしいんだけど、一番起きて早くに、12時間あって、例えば朝8時に朝食を食べますと、朝食食べるでしょ。で、20時、夜の20時ね、夜の20時に晩飯イコール、ダイエットウィンドウが、12時間。この概念はわかる？これ理解できる？これがダイエットウィンドウの考え方の基礎的な考え方の。朝8時に起きて20時に食べる、つまり食べてる時間っていうのが12時間ありますよっていう。 OK？ だから夜つうかね、まあ昼間起きてなさいっていう理論でもあるんだけど、でこのダイエットウィンドウが短ければ短いほど実は痩せ型なの。空白の時間じゃない。要は食べ始めと食べ終わりの時間帯のことを指すの。要はみんなさ、カロリー計算であったりとか、あの食べてる時間が重要だとか食べる順番がじゃなかったの。このノーベル賞を取った理論っていうのは、食べ始めから食べ終わりの時間帯に、この時間が短ければ短いほどうつ病がない痩せ型である、なぜかっていう研究論文が発表された。すごくない？この考え方。だから日本人が1日2食で朝起きてすぐ食べて、夜夕方ぐらいに食べて3時間後に寝るって考え方は正しかったの。日本人が健康だったの正しかったんだよ、昔の食生活。言ってる意味わかる？でやっぱり起きて一番最初に栄養価の高いものを食べて、昼間は軽食で、で夜ディナー食べるっていうのは正しいらしいよ。でその時間、要は夕飯の時間を短くしなさいっていう話なんだけど、これすごくない？これだけで痩せるんだって。でそれは酵素とか複雑な関係があって、要は寝てる間が一番カロリーを消費するっていう、いや、やった方がいいと思うよ。で食事の内容一切変えてないの。一切食事の内容変えないで好きなもん食べてんのに痩せ型になるので、4ヶ月後とかデータを取っていくのよ、このダイエットウィンドウを短くしていくっていう。で成果が出たんだよ。まあノーベル賞取ったんだから本物なんだろうな。いや俺これすごいと思ったよ。だから食べる量とかカロリーとかじゃないんだ。確かにさ、太らない体質の人とかもこういうのをうまく使ってたんだろうね。いるもんね、結構量食うのに全然太らない人って。いや要は体質そのものが体質じゃなかったって話。要は科学的に体質が太りやすい体質なんだって思い込んでただけでしょ。だからそれを科学で体質とは何なのかっていうのを解明しちゃった話。こう、あの酵素はめちゃめちゃいいよ。酵素は体にいいよ。だからもともと太りやすい体質っていうのが何なのかっていうのは、この理論だとダイエットウィンドウが長いんだよ。だから解放の場合は多分太ってる時って朝起きたらすぐご飯食べて夜中に食べちゃってたはずだ。そうじゃなくて寝る前に空白の時間を長くしないとダメだ。で腹が減った時に確かになかなか寝つけないじゃん。でそこもなんかね、あの対処法、
フルーツとか野菜でごまかすっていうのを2週間続けると実は治るって、改善されるっていう。青汁もプロテインも体にいいけど、そういう話は今してない。食いたいもん食っていいよって話。だから食べるものを変えるっていうのも大事なんだけど、もっとそれよりも根本的に重要なものがあるっていう。うん、だから簡単に言うと、そのなんつうんだろうな、まあ朝8時に起きて、10時に食べ始めるっつうんじゃん。で夕方の5時に食べ始めたらダイエットウィンドウが7時間になるわけよ。それってすごく短くなってるわけだから、それも計算してみるといいよ。だから普通に今日はダイエットしないって決めて、解放が何時に起きて何食べて夜最後に何食べるかを計算して、ダイエットウィンドウがどれくらいなのかを知ればいいよ。それを狭めてごらんよ。本当に何でもいいよ。なぜか知んないけど痩せてくっていう研究論文の。とにかく晩ご飯を早く食べて早く寝ろ。いや、わかった。俺が説明しないで、もうこうしよう。もうわかった。本当はやりたくなかったんだけど、本当はこれだけはやりたくなかったんだけど、わかった。もう、今日特別だよ。今日本当に特別だよ。もう、元ネタの動画一緒に見よう。悔しいけど、俺がにわかだから本当に悔しいけど、元ネタの動画を一緒に見よう。一緒に勉強しよう。俺もにわかなんだよね。昨日パッて見てうろ覚えの動画だからあんまり説明できない。一緒に見よう。うん、分かったけどね、うん、そうしよう。はい、一緒に見ます。それが一番いい。もう一番いい。もしあなたが科学的に完全証明されたダイエットを探しているのであれば、今回紹介するビデオが役に立つでしょう。根拠のない疑似科学ではなく、ノーベル賞の理論に基づいたものです。その前に、新着ビデオを見逃さないようにチャンネル登録と通知をオンにしてくださいね。日本の生物学者大隅良典栄養教授は、若さと健康を保つ食事法を発見しました。この研究は2016年のノーベル生理学・医学賞を受賞するほど革新的なもの。大隅栄養教授は、食管を長く開けることで細胞がいらなくなったタンパク質を分解する。オートファージ要はそのさっき言った時間が短くなると、このタンパク質を分解する細胞が発火するってことね。オートファジーという仕組みを解明したのです。我々ブライトサイドは様々なタイプの継続的断食法を調査したので、簡単で安全な断食方法を皆さんに紹介していきますよ。オートファジーを機能させて若さと健康を手に入れましょう。ダイエットウィンドウとは、ダイエットウィンドウとは基本的に1日の最初、これ最初と最後の食事の間の時間と最後の食事の間を指します。例えば朝7時に起きて1時間後に朝食をとったとします。これはダイエットウィンドウの開始が午前8時だということを意味します。そして夜の8時か10時に夕食を終えるのが習慣だとすれば、あなたのダイエットウィンドウは毎日12時間、これね、12時間から14時間、もしくは14時間となります。大隅栄養教授の研究が発表される前は、1回の食事の量を減らし食べる回数を増やす方が体脂肪が蓄積しにくいと信じられていました。しかしサンディエゴにあるソーク研究所のサッチン・パンダ博士による2017年の調査結果では、食事を午前8時と午後2時に食べる人は午前8時と午後8時に食べる人よりも健康的であるとのことを示しています。なぜならダイエットウィンドウの間が近い場合は糖尿病、貧血、がん、および肥満を発症する。これすごくない？糖尿病、貧血、がん、肥満の発症するリスクが低くなるんだよ。これすごくない？これすごくない？可能性が低くなる。これなんでかっていうと、そのなんていうのかな、人間の体って実は毎日ご飯好きな時に食べられるって生物界が始まってから異常な状態の飽食っていうんだけど、
いつでも俺らってコンビニ行ったら食えるってよくよく考えたらおかしいことじゃん。だから猿からさ進化していったっていうか、もう単細胞が進化してずっと飯を探してるわけじゃん。だから空腹な方が通常なんだよ俺らの体っていうのは。だからです。反対に深夜に冷蔵庫を開けるという行為も含め、食べたい時に食べる食生活をすると外実リズムを崩すことになります。お分かりかもしれませんが、これが我々の体の自然なサイクルであり、いつでもどこでも時間を構わず食事を摂取するようには作られていません。パンダ博士の研究チームが156人の成人を対象に食生活を分析したところ、ダイエットウィンドウが12時間以内の人はわずか 10% で、半数以上が少なくとも1日に15時間のウィンドウを持ち、要は人類も150人のデータを取って 50% 人間が15時間という広い間隔で飯を食ってるの。要は朝起きたらすぐ食べて寝る前に食べてんだろうね。で12時間っていう人は人類の中で、まあ、被験者の中で 10% しかいなかったと。その間に食事や間食を楽しんでいたとの結果が出ました。研究者は若干肥満気味の8人の研究対象者に14時間のダイエットウィンドウを10時間に調整するよう、わかる、太ってる8人に14時間を4時間、要は早く食べる時間を短くしてくださいっていう提案をしたの。を提案しました。すると10時間という限られたウィンドウで好きな食事を食べたにもかかわらず、4ヶ月後には体重が減り活力があふれる結果となったのです。すごくない？スリムで健康な体になるためには何を食べるかではなく、いつ食べるかがより重要なのです。すごくないこれ？ダイエットウィンドウを縮めるとどうなるか。ダイエットウィンドウを縮めた場合のコレステロールや血糖値、食欲、体重に関連する複数の研究があります。2017年の研究ではバービンガムのアラバマ大学の研究者らが彼らの理論を実証するため、被験者のダイエットウィンドウを12時間、8時間、6時間、4時間と縮めていく実験を行いました。4時間、ちょっと待って待って、ちょっと4時間はやりすぎでしょこれひどくない？これはこれ拷問じゃん。食べれる時間4時間しかないんだよ。これはやりすぎだよね。朝ごはん9時に食べ、8時に朝ごはん食べて昼飯食ってもう終わりみたいな。2時間、8時間、6時間、これちょっとやりすぎでしょ。4時間と縮めていく実験を行いました。すべての被験者が特別なダイエット食品を取ることなく、普段と同じ食べ物を食べ、すべてのウィンドウの時間帯において同じカロリーのみを摂取したところ、このダイエットウィンドウが短くなりにつれ明らかに体重が減り健康状態が改善したという結果が出たとのことです。うつ病も治る。ダイエットウィンドウを短くすればなぜ体重が減るのでしょうか。理由は体脂肪は夜に燃焼されやすいからです。その上空腹感とエネルギー消費も減少します。これは2013年ブリガム・ヤング大学運動科学科の研究によって証明されています。短いダイエットウィンドウは減量以外にも多くのメリットがあります。紫外線に対する保護能力が強化され、アンチエイジング効果、皮膚がん発症のリスクも低くなります。すごいよね。高血圧と乳がん発症の可能性を著しく低下させます。これすごいよ。深刻な心臓病に苦しむ可能性を減少させ、食生活のリズムを守れば心血管の健康を良好に保つのに役立ちます。また心臓病などの合併症を起こす糖尿病の発症リスクの低下とも関連しています。最後にぐっすりと快眠できるでしょう。なぜ食事のタイミングが重要なのか。ダイエットウィンドウを縮めるだけでなく、正しい時間に食べることも重要ですよ。誰もがそれぞれの外日リズムを持っており、以前に述べた体内時計は昼夜の変化と密接に関連しています。パニック障害わかんない。我々の体は光と気温などの外的要因に順応することができる自然時計を内蔵しているのです。ジェフリー・ホール、マイケル・ロスバッシュ、そしてマイケル・ヤングの遺伝子学者チームは革新的な研究の成果が認められノーベル生理学・医学賞を受賞しました。彼らは分子メカニズムが体内時計に与える影響を研究したのです。わかりやすい例としてオジギソウを見てみましょう。オジギソウの葉は太陽が昇っている日中の間は開いており、太陽が沈むと閉じます。人間や他の多細胞生物はより高度で複雑なサイクルを持ちますが、研究者らは人間が行う自然行為、例えば
食事、睡眠などにとってベストなタイミングは1日の異なる時間帯に関連するということを発見したのです。しかし私たちがサイクルを崩して体内時計に逆らうと肥満や糖尿病の発症リスクが高まります。あなたの自然のサイクルを守るためにも次のことを知っておきましょう。朝、私たちの体はコルチゾールを分泌し始め、これによりエネルギーに満ち食欲が湧きます。夜にはメラトニンが生成されます。これは体が消化などの体内の働きを遅らせ睡眠の準備をしていることを意味します。夜に食事をするとあなたの体内時計は狂ってしまうでしょう。朝のコルチゾールレベルが低下し疲れた状態になり、あなたの体は時間が経ってもなかなか目覚めません。夜は体が睡眠を欲していますが、コルチゾールレベルが高いためにエネルギーに満ち食欲が湧きます。その結果、糖尿病、肥満、うつ病を発症するリスクが高くなります。食生活の改善法。体内サイクルと調和させるには次に紹介する簡単なルールに従ってみてください。朝6時か7時、もしくは日の出とともに起床しましょう。無理だ。起床30分から1時間後に朝食をとりましょう。もう無理だ。仕事は起きてから2から3時間後にしましょう。もう残念なお知らせだよ。残念なお知らせ。もうスタートラインで無理だったわ。朝6時か7時に起きて日の出とともに起床してシャワー浴びろって。俺これができないからあとは任せた。みんな、俺は無理だこれ。もしくは日の出とともに起床しましょう。無理無理。起床30分から1時間後に朝食をとりましょう。仕事は起きてから2から3時間後にしましょう。無理。ランチよりも朝食にたくさん食べましょう。仕事が無理。摂取カロリーを変えずにダイエットウィンドウを6時間から8時間に縮めるようにしましょう。無理だ。9時間のダイエットウィンドウの大まかなスケジュールは次の通りです。7時起床、8時に健康的な朝食をとり、お昼に軽めのランチ、そして夕方4時にディナー、できれば寝るまで何も食べないようにする。大変そうですよね。てかこれ見てる俺ら全員無理だよ。結果は価値のあるものとなります。無理無理。空腹感とどのように戦うか。もちろん多くの人が夜に空腹感に襲われるのではないか、これ重要だよ、不安を抱いています。デンマークのオーフス大学病院の科学者らは2005年にこの課題について検討しました。飢餓ホルモンであるグレリンは外絶リズムに結びついていることが判明しています。血圧は午前8時、午後1時、午後7時にピークに達します。このピーク時間の後に我々が何かを口にしたかにかかわらず、2時間後には常にホルモンの流れが止まることとなります。これはあなたが感じる3時間ごとの空腹感を信じてはならないことを意味します。科学者らは時間が経つにつれて身体は食事と食事の間にできたこの休憩時間に慣れてくると主張していますが、逆もまたしかりで、あなたが食べる頻度を増やすと空腹感は一層増すこととなります、生活習慣に大きな変化がある際、特にそれが食習慣となると、初めはダイエットウィンドウを縮めるということは難しいかもしれません。最初の数日間は午後7時までの間に象を丸々1匹食べれるんじゃないかってくらいお腹減りを感じるかもしれませんけどね、しかしその空腹感のハードルを果物や野菜を食べることで乗り越え、1週間もすると体がこの変化に自然に慣れ、食欲が減少し体の変化を感じることができるでしょう。ですので実際はこのダイエットプランはそれほど恐ろしいもの、不可能なものではないのです。あなたがしなければならないことは次の通りです、あなたの現在のダイエットウィンドウを理解する。解放はこれだよ。例えばもし朝食を朝8時に、夕食を夜8時に取るのであれば、あなたのダイエットウィンドウは12時間です。ダイエットウィンドウを6時間から8時間に調整し、ここ、ね、朝8時から午後2時または4時などといったように1日の前半にウィンドウを合わせます。カロリー計算をしない。カロリーは一切関係ありません。イエイ。2から3週間後にはあなたの体はこの新しい食習慣に慣れ、毎朝元気はつらつになり、これ解放やってよ、月曜の朝でさえも新鮮に感じることでしょう。これさ結果出そうじゃね。このダイエットを試してみたいですか。おいこんばんは。もう3メグ久しぶり。チャンネル登録もお忘れなく。それではまた、これいいでしょう。お会いしましょう。これすごくない？ノーベル賞理論のダイエットだよ。これ新しいよね。どうよみんな、いいでしょ。いいネタぶっこんだでしょ、女性の皆様ねえ。
デブしかいないんだからうちのリスナーは。ねえ、みんな可愛くなっちゃうよ。可愛いババアになって。解放はだから解放はだから夜食べないって、だから何時ぐらいに設定するの？朝食食べる時間何時なの？ダイエットウィンドウ8時間で設定すればいいじゃん。だいたい朝食何時よ？だからもうそれそうあれでやればいいんだよ。放送で朝飯配信と夜っつうかダイエットウィンドウ8時間の日、何飯なんだろうね。朝だいたい何時に食べるんだ解放？まあ、朝9時に食べたとしたら3時で6時間だから8時に食べるの？8時に食べるんだったら最後に食べるのが夕方の4時だよ。その間は何食べてもいいの？それがダイエットウィンドウ8時間だから8時に食べたら2時で4時12時で4時間でしょ？2時で6時間だから4時だよ。4時。いや、だって配信でもう食べる時間決めたらさ、朝食配信やります。ダイエット配信って言ってさ、今から朝食食べます。で、夜何時に食べます。で、その最後に体重計乗って、今体重何キロですっていうのを2週間続けるだけでどれだけ痩せんのかって。企画としていいと思うよ。で、食べちゃったら食べちゃったで、ごめんなさい食べちゃいましたって言って報告して。解放なんかさ、解放が痩せたらみんなの希望になるんだから。で、これだったら好きなもの食べていいんだから。その代わりね、夜誘われたりとか食べれなくなるから辛くなるけどね、そこは。うん、でも肌は綺麗になるでしょ？がんとか乳がんもなくなるでしょ？ね、リスクが収まるでしょ？な、解放が求めてること、これ一個でできるよ。で、配信のネタにもなるし。いやさ、昨日さ、あのパトラッシュさんの今朝の放送を見てたんだけどさ、パトラッシュさん間違って覚えてること多すぎるな、ちょっとな。あのさ、リンゴに向かってバカ野郎バカ野郎って言うとリンゴが腐るっていうの知ってる？昨日の放送見てた人いる？パトラッシュさんのリンゴに向かってバカ野郎バカ野郎って言うとリンゴが腐るっていうのをパトラッシュさん言ったんだけど、あれ間違いなの？あれ自らの伝言っていうのと一緒なんだけど、あれってもともとクラスでいじめがあった学校の先生がとある授業の一環で、このリンゴにバカ野郎とか、なんで生まれてきたんだとか、お前臭いんだよとか悪口言ってっつって全員で言わせたので、もう一個のリンゴには感謝とか褒めたりとかいいことを言ってって、で授業の最後にリンゴを切ったの。そしたら一個のリンゴが腐ってて、一個のリンゴは綺麗で、子供たち小学生たちが、ああこういう言葉遣いってよくないんだねってっていう、ね、元ネタがあるの。だけど学校の先生はそれをもともと腐らせてたリンゴを用意してたっていうのがミソなのよ。だから汚い言葉を吐いたから腐ったのではなくて、あくまで子供たちに悪い言葉を使ったら良くないよっていうことを教えるために仕込みをやったんだよっていう話なのよ。だけどパトラスさんはそれをなんか悪い言葉を使うとリンゴが腐るっていう風にリスナーさんに伝えちゃってたんだよ。そこはね、やっぱね、非科学的な情報になっちゃうから、そこは訂正した方がいいなとか思った、うん。そういうの疑似科学って言うんだけど、そういう風になっちゃう、宗教になっちゃうから。それはやっぱね、危ない。飲み物はアクエリアスゼロならいいのかな。いや俺はね、お茶飲んだ方がいいと思うよ。解放さん、あのね、お茶がいいんだよ。静岡のね、粉茶はねすごい体にいいから、アクエリアスとか良くないよ、うん、静岡のね、あの粉茶がすげえいいんだよ。ビンビン。
あのね、ゼロはね、ゼロじゃないからっていうかね、人工のね、甘味料を使ってるから、カロリーとして摂取できないんだけど、胃腸が悪くなるよ。人工甘味料で、断食とかやるとわかるよね。臭いっつうかね、やっぱね、化学添加物だから体に悪い。あ、麦茶とかいいよ。麦茶、てか、お茶系はいいけど、カフェインが強いかな、日本人が飲むのは。だ、放送のダメなところって、やっぱいつも言ってんだけど、信者になると良くなくて、この人が言ってんの本当かなっていうことを鵜呑みにするでしょ。宗教になるんだよ、そうなると。裏を取らないんだよね、意外と。だから気をつけないとダメよ、そこは。何が本当で何が正しいのかっていうのをちゃんと勉強するっていう、リテラシーっていうんだけど、この情報は本当なのかどうかっていう、裏付けを取るっていう癖をつけないと、ネットを使うのは危ない。特にその配信者ってやっぱ影響力があるから、間違った情報が広まりやすいんだよね。正しい情報を自分で身につける力っていうのは絶対作った方がいいよ。これ本当かなっていう疑う心ね。で、裏取ったら自分の武器になるわけじゃん。過去をひろゆきの言葉はね、嘘を嘘を見抜けない人、嘘を嘘と見抜けない人はネットを使うのは難しいって言った。まあ、それとは違うんだけど、情報リテラシーっていうのは、要はね、何を言ってるのかっていうのを理解できなくて覚えちゃうっていうのはすごく危ないことなんだよね。例えばさ、最近の話題だとね、どこだったかな、どっかの経済誌かなんかが、成城石井が、ウォールマートが成城石井撤退するっていう大本営を出したんだよ。で、要はそれって株とかにすごく影響を与えるんだけど、ウォールマートが次の日かなんかに、いや、撤退しませんよっつって、お前これ大丈夫かよ、こんなニュースってなったんだけど、このニュースサイトが言ってるんだから本当だろうっていうふうに信じちゃった人って、大損をこいたりとか信用を失ったりするわけじゃん。だから、まあ、ジャーナリズムとかに通ずるものだよね。裏をちゃんと取れてるのかっていう。ていうかね、ジャーナリストがなんでそんな、ね、記事に書いたんだろうね。まあ、して株だったんだろうな。儲けたかったんだろうな、多分。リテラシーね。私が和道さんに洗脳されてるって何度も何度も言われたんだけど、私、我が強いし、自分かなり持ってる。洗脳されてるって言いたいだけ、あいつらは。で、はっきり言うけど、俺の放送を見てるリスナーさんは、俺の影響は受けるよ。これは洗脳ではない。間違いなく、絶対にここにいる126人は影響を受けるの。明日多分、ねえ、お母さん聞いて、ダイエットウィンドウって知ってるって言っちゃうの。職場で、ねえねえ、ダイエットで面白いんだけど、ダイエットウィンドウで知って、やってるでしょ？普段、職場とか仲間とかに、俺の放送を元ネタにして。で、これは洗脳とは呼ばないの。洗脳の定義っていうのは、俺の利益になるように、俺が無意識下における行動領域を変えることを言うのね。だから、解放が俺の利益のために、解放を無意識に操作することを洗脳っていうの。めちゃめちゃ難しいの、わかる？これをどうやってやるのかっていう。やり方わかんないでしょ、みんな。無理だよ、こんなの。俺はテクニック持ってるんだけど、放送でそんなことできません。俺はソース出す派だね。ソースがない話って参考にならないもん。
で今のも動画を見たけど、俺夜寝るときにその論文とかも検索したもん。2013年に本当にノーベル賞を取ったのかなとか。でそういうものを見て、あ、これ本当なんだっつうことでシェアができるわけじゃん、初めて。で科学も科学で、科学ってさ、要は新しくて賞を取るもの、権威があるものってさ、要は過去に対する過去常識だったものを否定だったりするわけよ。で最先端の科学を追っかけていくのが正しいってわけでもないのね。いや、まあまあ最先端で、まあこれは定番だよねっていうのは正しいんだけれども、その一個前の論文とかを否定する行為でもあるから、だからそのなんていうのかな、まあ俺は一番大事なのは体感だと思ってるんだけど、だからまあ解放やってみてよっていうふうに思うの、ね、だってそれで解放がやってたらそれはもう事実に変わるわけじゃん。で解放どうやってやってたの、いやこうやってやってたのっていうのは生きた情報としてシェアできるわけだから、身近なところで試してもらいたいよね。俺はさ、自分が好きだなっていう話のネタってさ、みんなが普通に常識だと思っているものが実は違いますよみたいなのが結構好みかもしれない。え、みんなそれって普通でしょって思い込んでることが、え、本当は違うんだみたいな話が好みの話。それはみんなの思い込みだったっていう、誰が言い出したか分かんないけどっていう。ダイエットの名前、ダイエットの名前、ダイエットの名前、動画貼っとくか、じゃあ。俺のツイッターにシェアしておくよ、さっきの動画。俺のツイッターに見たら分かるようにしておく。シェアしとこうね。そしたらね、その動画作った人も再生数伸びるから。ちょっと待ってね。だから後でツイッター見ればいいよ。便利だよな。便利、ほんと便利な時代だよね。
ツイートしたよ。おお、コロミ久しぶり、ハートありがとう。酵素はね、あの体に、あのね、酵素の理論は俺、生物学者の、生物学者じゃない、何だったっけな、細、なんだっけ、分子なんとか学とか、なんかよく忘れちゃったんだけど、要はね、なんかすごい偉い教授に聞いたことがあるんだけど、あの酵素はね、体に、あのね、面白いんだけど、ごめんね、ちょっと頭がパンクしてるから、これをね、その先生は木で説明してたんだけど、ちょっと待ってね。木ってさ、まあ、こう、地面があるじゃん。地面があるでしょ、こう。で、木がこう生えてるでしょ。木が生えてる。でこう枝がバーってこうバーってバーって枝が伸びて、で葉っぱがあると、ふさ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 で太陽があると。うわ、俺画家になれるな。絵めっちゃうめえじゃん何やっても天才だね。ちょっと待って、和道画伯、和道画伯ついに誕生したよ。和道画伯あ、もう黄緑も使っちゃおうかな。あ、もう、あ、黄緑いらなかったな。まあいいや。で根っこがあると。 OK、 これが木じゃん、誰がどう見ても。で栄養を取ってるところってみんなどこ？これ木って呼ばれてるものだけど、栄養を取ってるところ、栄養を取ってるところ、この中でどこ？飲み物取ってくる。根っこでしょ。じゃあ今度別の質問ね。人間の体を根っこに値する部分ってどこですかっていう質問をしたの、その先生は。人間の体を根っこに例えるならどこですかって。これ人間の体はどこだと思うっていう。根っこは正解。口さあ皆さん、シンキングタイムですよ。皆さん予想でいいですよ。書いてみて。人間にとっては根っこ、栄養を直接幹に伝えたりする部分の器官。正解。くず子さん正解。腸なんだよ、腸です。だから腸内環境っていうのをいかに整えるのかっていうのがすごく大事なの、栄養学って。で腸なんですよ、腸。だからさ、このさ土の部分ってあるじゃん、ここ。土、うんこじゃんこれ。だから簡単に言うと腸って土を内包させてるんだよ。だからこれうんこでしょ、土って。これうんこじゃん。要はうんこってエネルギー源なの。人間の体って腸にうんこを溜めてるって、そういうことなんだよ。うん、腸が正解。
だからそこに必要なのが酵素なの。酵素ってタンパク質なんだけど、生きたものを食べてるかどうかっていうことで、その先生が言ってたのが、人間の体が口から入れてるものってあるじゃん、あのカップラーメンとかポテトチップスって栄養価は全くないと思ってくださいって言ってた。要は死んでるものだから、死んでるもの、要は生物界って全部生きた状態だから腐るものを食べてくださいって言ってたね。腐らないものっていうのはもう本当に飢えをしのぐためのものだけですって。カロリーしかないです、栄養価はありませんって。栄養価ない、腐るものっていうのは栄養があると思ってください。うん、いや、お通じ良くなってるんでしょ、それは素晴らしいんだよ。だから内なる外って教わったね。実は口の中から肛門までって全部外なんだよ。言ってる意味わかる？一個の管でつながってるの。だから外なんだよ。わかる？言ってる意味。みんなさ、体内だと思ってるじゃん、口の中に入れるっていうの。でもさ、一本の直線の管にできるわけじゃん。酵素っていうのは、要は生きてる、タンパク質のこと、酵素っていうの。酵素はめちゃめちゃその最先端だよ。もう酵素取らないとやばいっていうぐらい。だから健康な人は酵素よく食べてるよ。健康オタクは。酵素いいよね。酵素は臭いんだよ、本来は。酵素美味しいんだけど、酵素食べてる人は知ってるけど、臭いよね、ちょっと。酵素って。タンパク質だから肌とかに密接に関係あるよ。ラピスさん、臭いでしょ、酵素って。少し匂いがあるでしょ、独特の。匂いがあるの普通なんだけど。臭いはずなんだよね。あー、便秘なんだ。うん。でもね、便秘は気をつけた方がいいよ。あのね、看護婦さんがよく言うさ、死ぬ人の匂いがわかるっていうじゃん。俺お酒嫌いなんです。お酒は飲まないです。ごめんなさい。健康の話は面白いよね。本当にお医者さんがやばいって思うときは食べないときじゃないの。食べないときは点滴で栄養入れられるから。本当にやばいときってうんこ出ないときなの。体から腐敗臭がするっていうでしょ、患者、看護婦さんってあと3回死ぬなってわかるでしょ。あれはね、腸に詰まった細菌の匂いの、だからうんこが出ないっていうのは相当やばいと思った方がいいよ。要はうんこって何なのかっていうと、食べたものじゃん。で、栄養価が半分ぐらいは体の栄養で入れ替わるので、古くなった栄養がうんこに詰まる、要は食べ物に詰まって出るのがうんこなの。だから毒なんだよ、あれ。体のいらなかった物質が半分ぐらいの食べ物、元の食べ物に。だからね、くず子さんはね、多分ね、食物繊維取った方がいい。体には良くない、すごく。あ、錠剤なんだ。質問どうぞ。
食物繊維取った方がいいね。下痢とかっていうのはダメよ。下痢っていうのはどういうことかっていうとさ、腸内に異物が入って細菌が死んで緩くなって出そう出そうとしてんの。要は毒が入った時の反応だから、下痢っていうのは体からすぐ出さないと、すぐ出さないとっつって緊急状態で出してる状態だから。いやいや、お酒はね、俺めちゃめちゃ体質強いよ。ザル、あの単純にお酒を飲むっていう行為が嫌いなの俺は。だからうんこはね、半分は自分の体だと思ってください。あれは自分の体の死骸だから。でみんなが自分って思ってるものって3年で全部入れ替わるから、食い物で。アトピーとかで悩んでる人とかも、あの食い物って体質改善変えたら全然変わるよ。特に肌ってターンオーバーがあるから。もう SM クラブで感情5リットルぐらい入れてもらおうかなと。あー、まあまあ腸内環境が整ってないんだろうね多分ね。うん、腸内環境を整えた方がいいよ。SM クラブでやってもらう必要ないと思うけど家でできるでしょ。最近めっちゃ汗だくでめっちゃ働いてるのに、むくむかな、むくむ、太る、食事の量も減ったのに体重が増えるのなぜかな。コロミさん見てなかったんだっけ、さっき映像。俺のツイッターに新しいダイエット方法をシェアしたから、俺のツイッター見てきたらいいよ。目から鱗だよ。うん、月1ぐらいしか飲まないけど飲んだ方が調子がいい。こうやってコメントも積極的にできる。でもね、迷惑かけてると思うよ。あなたが俺に来た時のコメントを自分で見返してごらん、シラフの時に。俺はね、酔っ払い大嫌いなんですよ。でな、俺お酒自体はそんな好きとか嫌いとかあんまないんだけど、ただ高くてまずいから飲まないっていうだけなんだけど、俺酒飲み嫌いなのね。なんでかっていうと周りに迷惑かけて自分だけ楽しいんですよ。で俺はそういう人間嫌いなの。うん、嫌でしょ。迷惑だと思いません？自分で読み返してみたらいいよ。人に不快な思いをさせてるのを気づかないでしょ。ツイッターログインできない？なんで？で、ツイッターログインできないってなんで？ツイートしてるよ。ここにダイエット方法書いてあるけど。ログインできないって何？要は例のツイッターバンのやつ。ツイッターバンされたの。大量バンされた感で、最近。ツイッターのアカウント消えた？そう、煽りコメントとかね、で、コメント拾ってもらおうってやつ、俺大嫌いなんだよね。要はつまんないコメントだから拾われないっていうことを自覚してもらいたいんだよね。ありがとうハート。12時間ダイエットじゃないよ。時間を短くするから8時間に狭めなさいって話よ。自分のアカウントがわからん、作り直せば。うん、それは知らん。放送楽しむんだったらツイッターは絶対やっといた方がいいよ。ツイッターは結構いいネタ拾えたりするから。まあフェイスブックまではやる必要ないと思うけど、まあ俺はフェイスブックとツイッター連動してるから、フェイスブックで俺に友達になるっていうのも手かもしれないけど、フェイスブック使ってる人は。
なんかふわっちのリスナー子供が増えたよね、すげえ。なんか大人がさしっぽり楽しんでるのがさふわっちの最大の面白さだったんだけど、なんかもう事件ネタとかさ警察ネタとか多すぎてもう嫌になるよね。逮捕者も多すぎ、キッズ多いよね。おはよう。42キロは落としすぎでしょう。それはねやりすぎだと思う。のりこが153センチだけど何キロだった、出会った時40何キロのんちゃん。39だよ。40平均体重どれくらいなの、のんちゃんの身長って。だよね、45くらいでいいと思うよ。アカウントパスワード書いてあるメモ帳、自分注意忘れてログインできないからまた取りに行ってきてログイン。うん、42キロはガリガリだよね、ちょっとね、うん、ちょっとガリガリだよ。145なんだ、すげえ小さいんだ、うん、まあ、43ぐる 3とか44とかでいいんじゃないの。少しふっくらしてた方が女性は可愛い。ぽっちゃりしてる方がいいよ。うん、俺はまあガリガリよりも少しぽっちゃりしてる方がぐらいが好きだよね。痩せてれば痩せてるほど綺麗っていう感覚は俺は理解できないな。太りすぎだわ。太りすぎだよそれは。痩せなさい。それは太りすぎだよ。のんちゃんと同じ身長で体重60キロは太りすぎだよ、それは。痩せなさいよ。うん、女性の言うぽっちゃりっていうのはただのデブだから。はいはい、若つい。うん、まあ48キロ全然いいんじゃない。だからもう結論は出てんだよ、深田恭子よりも太ってたらデブ、うん、じゃあだから深田恭子が基準だって。男の基準は深田恭子がより太ってたらむっちりしてたらデブだよ。深田恭子がラインだから、うん、分かった。お金も名誉もいらない。そういうのは若い時だけ欲しかったのは。本当にお金と名誉どっちが欲しいって、どっちも欲しいよ。ただ優先順位としてさ、若い頃ってお金と名誉が全てだと思ってるじゃん。どっちかが。だけど、それよりもね、やっぱね、年取ってくると見えてくるもんがあんのよ。金も名誉も後からついてくるし、金も別にただの道具なの。だから生きていくためには必要ぐらいにしか考えてない、お金は。で、名誉は別にいらない。なくて生活できてるじゃん。
だらだら毎日楽しいことやってたら花火もらえてるじゃん。だからやることを、やるべきことを淡々とやってればそんなのついてくるんだよ。うん。フカキョンは人気あるけど、俺フカキョンはあんまグッとこないんだよね。うん。いや、だって普通に生活できてるもん。だし、まあ言っちゃなんだけど金も名誉もあるから。俺ごめんね、嫌な言い方になっちゃうかもしんないけど、俺金も名誉ももう掴んだから。うん。街歩いてたら声かけられるぐらいのスーパースターだから。あんまりやめて。フカキョン顔が童顔でさ、すげえ可愛いんだけどさ、なんかさ、サーフィンやってるのとか見るとさ、なんかすげえ体型してるんだ。勝てないよ多分。俺フカキョンと殴り合ったら多分負けるもん。大丈夫だ、ここにいる全員デブだから。うちでコメント書いてんの全員デブだよ、大丈夫だよ。肩幅すごいよね。なんかエロくないんだよ。骨格がすごい。三浦って読むのこれ。はい。僕の枠にはあのモデル級の美女とかいないんで大丈夫ですよ。あのデブでデブでメンヘラのクソババアしかいないですから。わかる。デブでメンヘラのクソババアに愛されてる放送なんで。いや、わかんない。ミトっていうのは誰の話なのかわかんない。そんなさ、モデル級の美女がさ、夜中の4時24分に俺の枠でコメント打ってるわけねえだろって話でしょ。いや、考えられる？モデル級の超絶美人で、ね？めちゃめちゃ可愛い女の子が夜中の4時24分になんで俺の枠でコメント打ってんだよ。そんな彼氏と遊んでるだろ。うん、三浦あさみっていうアナウンサー検索してみるよ。知らないな。てかテレビないからアナウンサーとか言われてもわかんないよね最近の。あ、まあこの子はデブじゃないでしょ。この子はデブじゃない。ああ、まあまあ、まあ、普通よりも、ちょっとぽっちゃりぐらいだ。ていうか、まあ、爆乳だからな、これ。牛みてえな。あ、まあまあ、許容範囲じゃないの。ギリギリじゃない？昔は捨てたんだ、
まあぽっちゃりか、うん、まあまあまあ太いけどまあまあいいんじゃない。俺多分ね、身長が170の体重70ぐらいだね。今。2キロぐらい落ちたと思うよ。体重減ってると思う。いや、芸能人は顔のバランスおかしいよ。本当にあのね、顔の作りが違う。全然あの芸能人と一般人を比べたらダメよ。なんかね、それを思ったのが、こいつ可愛くないなみたいなアイドルいるじゃん。なんかぶっちゃけた話、まあないなっていう、もう全然可愛くないなっていうアイドルを生で見たことあったんだけど、とんでもなく生まれて初めて見たような絶世の美女だったの。えみたいなこんなになんか顔小さいのとか、こんなにスタイルいいのと思って、グラビアアイドルかなんかだったんだけど、小学生の時見て、あ、なんだっけな、それグラビアアイドル、中堅どころのグラビアアイドルだったんだけど、なんて名前だったっけな。あ、でもう芸能人ってこういう世界なんだって思った。で、あのノンっているじゃん、ノーネンちゃん、あれね、生で見たことあるんだけど、こんなに綺麗な人、えと思って、もう遠くから歩いてくる時点で、なんか顔のバランスとかおかしいの、スタイルとか。何あの可愛い女の子と思って、パッて見たら、ああノンかと思ってそりゃそうかと思って、うん、まあレベルが違うよ。うん、まあまあ綺麗でいい、いくつになっても綺麗でいることは大事なことだよ。うん、いくつになっても女性は綺麗でいてほしいと思うし、うん、いや知らない、20代の頃にでかいパーカー着て何シーブスキンブーツ履いてたのか、いらない、うん、整形と歯が綺麗、いや整形はまた別じゃないの、それは努力とは違うじゃん、うん、整形はまた別じゃん。まあ歯はね、歯医者で歯並び整えるとかいいかもしれないけど、アイカツって何、アイカツっていう活動が分かんない、何アイカツって なんか変な用語が増えすぎてよく分かんない、何アイカツって、婚活なら分かるけど、アイカツ？あ、何？彼氏を探すってこと？いやいや、全然綺麗になって男捕まえればいいじゃん。うん、アイドル活動？てめえババア、ほんといい加減にしろよこの野郎。痩せろ。お前寝言言ってんじゃねえぞこの野郎。お前何、お前身長のんちゃんと変わらないで、お前60キロのババアがアイドルになりてえだ、お前ふざけんじゃねえよマジで。寝言は寝て言え。本当やることやってからだよそういうもんは。何がアイドルになりてえだ、もういい加減にしろよ。さすがののりこも怒るぞ、うん、何がアイカツだよ本当に。だからクソババアって言われんだよいけねえよ、誰が見に来んだよ。ないよない、痩せなさい。何現実逃避してんだよいやノリコも説教するレベルでしょ、夢見てんじゃねえっつって、うん、まあでもね、綺麗な40代50代いっぱいいるからね、うん、綺麗な人になろう、綺麗な人に。だから町内会一の美人になろう、アイドルになりたいとかじゃなくて。いや俺全然綺麗な女の人40代50代いっぱいいると思ってるよ、うん、
全然いいよ。のんちゃんはだいぶ太ったんだよ。10キロぐらい太っちゃったんだよ。俺がご飯ばっかり食べさせ、餌付けしてたら。のりこガリガリだったんだよ。うん。私騙されてない。え、なに今男に告白されてんの？知らない。騙されてるかどうかなんか知らないよ。うん。いや、人の恋愛に口出すほど野暮じゃねえよ。知らねえ。お前が好きかどうかなんじゃないの？熟女派ではないよ、別に。たまたま好きになる女性が、まあ、熟女なだけで。俺はそもそものんちゃんのこと35だと思ってたんだから。騙されたんだよ、俺。ねえ、のんちゃん。なんで嘘ついたの？わかんないよ。わかんないよね。眠い。なんか最近長時間放送できなくなってるよな。年なのかな。なんか昔12時間放送とか10時間放送とかザラにできたのにさ、なんかもう4時間枠でお腹いっぱいになるんだよね。相手は6つ年下のフィリピンのハーフでサーファー。情報量多いな。いいんじゃない？別に自分が好きだったら、ハーフだろうがサーファーだろうが。なんか恋愛になんか条件っていらなくない？別に結婚するわけじゃないんだろ。相手が自分のこと好きだって言ってるのはそれでいいんじゃないの。俺はそういうもんだと思うけど。何？俺が何？そいついいじゃんって言わないと、周りがそいついいじゃんって言わないとダメなの。気をつけてね、もう何も。だって騙されてるも何も、解放から取るもんなんか一つもねえだろ。解放騙して何の得があんのよ。あ、ありがとうございます。花火ありがとう。ファイ。解放騙して何の得があんのよ。え、ありがとう。うん、でもね、やっぱね、女の人はね、体重がどうとかスタイルがどうとかじゃなくてね、やっぱね、いい顔をしてるかどうかだよ。笑顔が可愛い女性はやっぱ可愛い。愛嬌に勝るものないよ。うん、やっぱ素敵な人は笑顔が素敵だよ。いい顔してるよ。いい笑顔をできるように頑張ろう。いい笑顔を。いや、モテる人ってやっぱ笑ってるもんね。いいオーラを出してるよ。いや、太る、根に持ってるな。そのデブでもね。そうそうそう、痩せなさいよ。気になってるなら痩せなさいよ、コロビ。愛嬌と笑顔だけは自信がある。じゃあいいじゃん。コメント欄の闇が深いよな。ババアしかコメントしてないから。あ、ありがとうございます。上弱者いつもありがとう。コメント欄がカオスだよ、本当に。ババア、クソババアしかいない。痩せて綺麗に自分磨こうよ。私も6個年下彼氏。
だからババアじゃん。ババアじゃないの。初見です、おはようございます。柴さんおはようございます。ババア同盟、ババアだよね。世の中にはいいババアと悪いババアがいる。で、みんなはいいババアになろう。綺麗なババアになろう。年取るとことってなんかデメリットになるのかな、うん、俺よくわかんないんだよな、それ。女の人が若い方が美しいって思い込みでしょ？若い人の方が俺未熟だったりとか、なんか話してて面白くないよ、若い女の子と。あんまり魅力に感じないね、若い女の子に。若い女の子で、あ、素敵だなって思うことってほとんどないね。なあ、年取ってる人の方が俺は好きだね。面白いな、この人って。そうそう、愛すべきメンヘラクソババアだから。俺の可愛い可愛いメンヘラおばちゃんたち。世の中にはアイテム投げるババアとは投げないババアがいる。そうだね。いや、ババアは投げてくれるんだよ。ババアはアイテム投げてくれる。でもババアババア言うとね、だんだん怒るから、ね、世の中の対応が全然違うってさ、それそういうやつらが悪いと思ってるよ、もっとね、ババアは牛丼ちょっとね、つゆ多めにしてあげるよ、俺が牛丼屋だったら。ね、ちょっとつゆだくにしてあげる、君たちが俺の牛丼屋に来たら、サービス。サンドイッチのハム1枚多めにしてあげるから。コーヒー頼んだらガムシロップ2個あげる、嬉しいだろ、サービスだよ。俺優しいからババアに。ババアだって若い時があったはず。ネカマにはそれもないっつって。おっさんだからね、中身で。何、ネカマ、ネカ、性同一性障害とかじゃないの、ネカマなの、あくまで。ネットの時だけ、上崎さん乙女になるの。そのリアルに、その女性になりたいとか、そういう願望はないの。風船ありがとう。そうそう、男もジジイになる。そうそうそう。あ、そうなんだ。普段はおっさんなんだ。普段はおっさんだけど、そのふわっちのサイトを開くと乙女になれるんだ。へえ。
それはなんか変身願望みたいなのがあんのかね。俺女の子になろうっていうのないもんな。変な人多いな本当に。いやまあ何でもいいんだけど何でもいいんだけどね。間違いない、何でもいいじゃんっつって、間違いない。キャラ作りなんだでも自分で言ったらキャラ崩壊するじゃん自分でそれ言ったらキャラ崩壊してない。ありがとうって気持ちと言葉は幸せに連鎖させる。なんだっけ、おほのぽのだっけ、あのハワイのやつ。ありがとう、ごめんなさい、かん、なんだっけ、おほのぽのだっけ、なんだっけ、誰か知んない、おぽのぽのか、おぽのぽのって流行ったよね、なんかスピってる系に。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛してますか。心を浄化させる4つの言葉っていう。お友達じゃない、おぽのぽのか。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛してますっていう4つを言えると幸せになりますよっていう、なんかハワイの言葉、うん、そう まあ、ありがとうって言える相手がいるっていうのはいいことだな。173センチで54キロで50キロまで落としたいけど44キロの壁？え、柴さんって女の人？173センチで50キロまで落としたいって女の人なのかな？いや、ガリガリでしょ。なんでそんなにみんな痩せたいの？痩せたらモテると思ってない？なんで痩せたいの？なんかその女の人のその痩せることへの執着がよくわかんないんだよね。何をなんか新しい宗教かなんかやってんの？その痩せる教みたいな。何なのその痩せたい願望は。全く理解できないわ。なんでそんな痩せたいの？痩せたらモテるわけじゃないよ。綺麗になろうよ。綺麗に。太ってて、あ、だからね、その石野が言ってたんだけど、デブでもかっこいいやつはかっこいいって言ってて、なんか痩せ、なんかデブでも美人はいると思ってるよ俺も、うん、膝が壊れてくんでしょ、膝が。ごつくなら、あー、いや、ごつくてもいい女かもしれないじゃん。みんな痩せたいんだな。男が筋トレするのとか一緒の原理なのかな。俺は筋トレしないけど。
初見さんおはようございます。ホルモンバランス崩れるっていうか、なんか魅力的な女性ってこう丸みを帯びてるイメージなので、女の人が理想とする体型と男的にはなんか性的に魅力感じないよね。あ、そうなんだ。あ、でもよく言うよね、ブラジャーとかね、あのないとかよく言うよね。俺筋トレしないからよくわかんないんだよね。そうそうそう、女の人の痩せたいは男受けじゃないんだよね、女受けなんだよね。ああ、まあ解放はね、もう痩せた方がいいと思うよ。格闘家なのでゴリラ体型、いやだから、いや、いいんじゃない、全然全然。だからなんかもっとなんか俺は精神性とかに惹かれるから、なんか心というか考え方というか、だからのりこのそのなんだろう、やっぱいいなと思うのはね、すごくね純粋なんだよね、心が。なんか子供みたいなんだよ本当に。で、同じような生き方ができるかなってやっぱ考えさせられるんだよね。すごいなっていう、そばに置いておきたくなるんだよね。俺がその48歳の時にこういう感性で生きたいなっていう。え、でもやっぱそのなんだろう、見た目でさ、いいってさ、美人は3日で飽きるとか言うけどさ、別にのりこが美人かブスかっていうのは置いておいて、そのなんていうのかな、その長く付き合っていって一緒に生活をするんだったら学べることが多い方が良くないですか。あとその心のバランスであったりとか居心地の良さであったりとか、まあ、のんちゃんは普通に可愛いと思うけど、俺はなんか性格が悪いね、美人とかってもう最悪だと思ってて、乙女で格闘家なの。あ、タラエモンさんは何、女性で格闘家なの。あー、ゴリラ体型なんだ。でもさ、それってさ、格闘家ってその生き方じゃん、ライフスタイルじゃないですか。強くなることが一番なわけでしょ。だから美しさ捨てないとダメじゃない。俺もだから配信がライフスタイルだから、そのなんだろう、やっぱそっちが優先するけどね。そこを理解してくれる人っていると思うよ、やっぱり。そのタラエモンがそのプロなのかどうかわかんないけど、格闘家なんでしょう。のりこの誕生日終わった終わった。昨日、あ、違う、26だから一昨日か。のりこの誕生日もう終わったよ。のんちゃん綺麗系なのかな。のんちゃん誕生日終わったよ。あ、そうなんだ。あ、全然もいいんじゃん。あ、でも女性でファイターってすごいな。48歳。のんちゃん可愛いよね。マスコット的な可愛さがある。のりこが家に一体いると幸せな気分になるよ。プレゼントあげてないね。なんかねだらないんだよね、のりこは。なんか欲しいものが本当にないんだと思う。それはそれで困ったよね。あんまなんか買って買ってとか、なんかバカみたいな女嫌いだからあれなんだけど、でもなんか1年に1度ぐらいね頼ってくれてもいいのにね、本当に多分ないんだと思う。いや、いっぱい問いかけたんだ、いらないよみたいな、アドさん私欲しいのないよみたいな。そっかーっつってしょぼーんって俺がしてる。
本当にお金かかんない。珍しくなんか騒いだと思ったら、もんじゃ焼き食べたい、もんじゃ焼き食べたいっていうぐらいだ。なんか3ヶ月に1回ぐらい、その程度だよ。でシズラーっていう、まあレストランがあるんだけど、近くに。まあちょっと高いの、なんかファミレスとかよりちょい高いぐらいで、普通のなんか高級店よりも全然値段低いみたいな。なんか1人 3,4,000円ぐらいかかるレストラン行って、で誕生日だからシズラー行きたいって言ったら、分かったっつって、メニューが来て、何食べるって言って、俺これ食べるって、ステーキ食べるって言った。のんちゃん何食べたと思う？サラダバーっつったから、ね、俺ね、ほんと時間止まったもんね、メニュー表見て。え、のんちゃん誕生日だよっつって、何食べる？サラダバーっつって、本気で言ってんの？本気だ、のりこは本気だっつって、本当にサラダバーしか頼まなくて、なんか俺本当になんか大丈夫かなと思ったもん。いや今日のんちゃんの誕生日だよっつって、和野さんは、のんちゃんはサラダバーが食べたいんだ、いっぱい食べるんだっつって、サプライズプレゼントとかない？カットソーが何か分かんない。ないカットソーって。花火言う男も苦手。そんな花火言う男います？のんちゃんは和道さんに頼らないの、うん、多分なんだけど、一緒にいるだけで幸せなんだと思う。単純に本当にそうなんだと思う。ずっとそばにいたいので、ベッドで寝て俺のそばにずっといれれば幸せなの、のんちゃん。なんか欲しいものとか本当にないんだよ。昨日サラダバーもしゃもしゃ食べてたよ。誰？花火って言う男、誰だろう。でも花火くれっていう放送がメインの放送って、それ配信じゃないかんね、うん、みんなとコミュニケーション取るのがさ一番楽しいのにさ、花火をもらうことが目的になってたら意味なくない？それってもう配信者じゃないでしょ。なんか俺は結構ね、げんなりするんだよね、そういうの。なんか自分からねだるものじゃなくないみたいな。少なくともみんなと時間を、楽しい時間を過ごすのを提供ができて、あくまでチップでもらえるもんだから、そう、自分からくれっていうのは言っちゃダメだよ、うん、いや、のんちゃん一緒に寝てるよ。なんかそこはプライド持ってやんないとね、やっぱね。プレゼント和道 T シャツっていうかね、うん、なんかのりこを喜ばせたいよね、ちょっとね、うん、夢みたいって。のんちゃんをこう、最高にのんちゃんの笑顔を見たいっていうのは俺のいつもの夢だよね。毎日のんちゃんの笑顔を見たくて頑張ってる。のんちゃん笑うと可愛いの。うん、そう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 、あくまで主導権持つのはリスナーさんなんだよ。いや、いいじゃんね、笑って楽しそうにしてると俺も楽しいから、それが一番楽しい。のんちゃんが楽しそうにしてるとね、今日楽しかったねってなるとすごい幸せな気分になる。それが一番だよ。本当に欲がないんだよ。うん。うん。なんだろう、不思議だよ。だからまあほら、俺みたいなさ、こんな働いてないんだよ俺、33で。冷静に考えてみなよ。弟でもさ、親戚の子供でもいいしさ、お父さんとかなんか身近にいるって考えてごらん。嫌でしょ。33でパソコンに向かって喋ってるのが収入源ですってさ、恥ずかしいでしょ。普通だったら許容できない考え方。まあみんなリスナーだからさ、それに、なんつうの？
こういいんじゃないって言ってくれる派だと思うけど、まあ普通の生活してたらさ、何考えてんだって話でしょ。働けって感覚でしょ。お前は食えてないじゃん。配信者まだ駆け出しじゃん。おはよう。まだ認めてねえよ。俺はまだお前のこと配信者として認めてねえよ。まあ3年やってからだね。どうなんだろうね、うん、俺はまあ人気がある方じゃねえからさ、うん、まあ、配信者からあんま認められてないと思うよ、同業から。まあ光くんとか鮫島さんとかゆいがさんとか、まあいろんなすごい人たちが周りにいるわけだ。金梅さん、あ、俺はどれさんまだ認めてないけど、うん、名だたる配信者がいるわけじゃん。やっと名前呼んでもらえるようになったっつうか、やっと普通に会話してもらえるようになったぐらいだもん。5年でだよ、5年で。いや相手にされなかったよ、慎吾さんとか。まあまあまあ閲覧はねありがたいけどね、上から3番目ぐらいか。まあうちは100、200人いかないぐらいが、まあ200人前後までが、まあまったり話せて、こうやってコミュニケーション取れて、毎日こうやって楽しく過ごせるのが俺はいいペースだなと思って。人数増やしたいとかあんまないね。さっきのクラウドの3万円したいって言ってくれてたリスナーさん、よくアイテム投げてくれて、あ、ありがたいじゃん、大事にしな、うん、ただ依存はするなよ、うん、あのいつまでも花火投げてくれるわけがないんだから、ありがたくもらってその時にあの感謝はちゃんとするんだけど、あの依存はしたらダメね。あの共存できるようにね、共存、依存はダメ、共存、一緒に生きていく。要は解放は配信者としてその人に配信で返す、その人も配信、解放の配信見るのが楽しみになんないと依存だからね。囲いからのアイテム、飛び、かかりで閲覧多くてもなんか楽しめないところ。囲いとかアンチとか言ってんのがもう終わりなんだよ、ネットは。もうその俺ね、二元論が嫌いなの。その好意を持ったら囲い、好意を持ってなかったらアンチっていう、バカ臭いじゃん。人間なんだから、いいところと悪いところもある、好きなところも嫌いなところもあるのが普通なんだよ。だけどネット民ってなんかやたらその二極化させるっていうか、囲いとかアンチとかバカな発想だよな。俺はね、そういうなんか二元論で物事を測る人は浅い人だと思ってんの。だから例えばさ、よくある会話だと SMとか居酒屋で聞こえてくると、うわバカレベル低い話してんなみたいな、 S と M でしか性癖を語れない愚かさよ。もう S、M って聞いてる時点で俺はバカだと思ってんの、うん、会話がしたくないの、その S と M、 うち M バカだろこいつらみたいな、うん、そう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 、そうじゃなくてさ、いろんなこうもっとさ、地球の中にある現象ってこうモヤモヤしてたりさ、もうかっちりはまらなかったりさ、こうするもんだと思ってんだよね。 S と M の話はもうほんとレベル低い。あ、風船ありがとう。いや例えばさ、いや私 S、 彼氏の二の腕引っ張って竹串で刺すのが好きなのって言ったら俺認めるよ。うわこいつ面白いって思うじゃん。俺らもテンション上がるじゃん。もっとくれよってなるじゃん。ここ竹串で刺していくの、彼氏の二の腕をって、 S だなーって認めるよ。もう S っていうレベルじゃないじゃん。俺はそういうのだったら認めるけど、そうでもないさ、
なんか話を聞かされてもさ、あ、ありがとう花火ありがとう。うん。閲覧1000人超えたんだ今日。あ、すごいね。なんか優雅さんも見に来たらしいじゃん。ありがとう。なんで解放が閲覧1000人超えたら俺に花火くれるの。システムが分かんないんだけど。あ、花火ありがとう。上着者の風船ありがとう。え、何、弟子が頑張って弟子が成果が上がると師匠に花火が上がるっていうシステムの。これ叩かれるでしょ俺が。うわーってなるでしょ。ありがとうございます、頂戴します。なんで記念日に俺がもらうんだっていう、どっちでもないって言ったらどちらかといえば、どちらかといえば、いや俺ね、初任給親に仕送りは、俺ね実はね初めてアルバイトで稼いだ金は母親居酒屋に連れてったね。うん、まあお金は仕送りはしなかったけど、金入ったから飲み行こうぜっつって母親誘って飲み行ったかな。愛子さん、ゆいがさん、カズーンさん、あー、なかなかな面々だね。いや、ゆいがさんがさっきトツかかってきて、あ、俺がかけたのか。そしたら、いや、俺解放のよ、枠よ、見てたんだよ、つって。解放にしては珍しく閲覧あったからよ、つって。でもよ、バドよ、つってたよ。うん、よかったじゃん。愛子さんも来てくれたんだ。ありがたいね。いやだから浅い議論だよね。人を殴る S、 人から殴られるのが好き M っていう、そんなレベルの低い話じゃないじゃん。もう必死なわけじゃん格闘技って。いや格闘技ってさ、まあ俺はさ、ほらプロじゃないしさ、もう本当のかじった程度の超にわかだけど、ねえタラヤモンさんにはね、あの何かを言うっていうのは気はないよ。でもねえ、あの格闘技少しかじったことある身としてはさ、もう本当に極限状態なわけじゃん。生きるか死ぬかっていうさ、闘争本能の真っ只中でやる競技なわけじゃんね。だからそんな浅いレベルのことじゃないよね本当。相手をその殺すためっていうかさ、要は相手を、要は殺すことじゃん、と自分が殺されるっていう極限の状態の中のさ、極限のなんて言うんだろう、もう一瞬の美学というかさ、その一瞬のためにハードなトレーニングずっとね重ねるような生き方してる人にさ、格闘技やってんの、じゃあ S とかさ、もうバカにしてんのかこいつって思うよね。ねえ、うんざりするよね。総合格闘技なのやってるのは。ああ、よかったじゃん、よかったじゃん。立ち技なんだ。すごい。おいっすー、化身さんいらっしゃい。ビシュヌ？なんだろう。サムネが小さくて見えづらいけど。化身ってなんかかっこいいね。しょうもないでしょ、二元論で語るやつはしょうもないやつだっていうのは俺の感覚。もう要はね、あと俺ね最近ね、なんか忖度っていう言葉を使う人増えたなと思ったけど、俺が33年間生きてて忖度っていう言葉って使ったことないし聞いたことなかったんだけど、やたら最近ここ 2,3 ヶ月ぐらい忖度って言葉を聞くの。
いつから忖度って言葉は日用語になったの？俺いまだになんか忖度がとか普通に使ってくるとき違和感があるんだよね。わ、カオスお疲れ、なんか倒れたって聞いたよ、大丈夫？なんかカオスに連絡してくれってすげえ来て、でツイッター確認したらカオスキャスやってたから、あ大丈夫なんだと思って、キャスだけ、キャスも見てツイッターだけ確認してほっといたんだけど、なんか倒れたんだって。倒れたかなんだか知んねえけど、なんか忖度って言葉最近使われ始めたけど、なんで？倒れたの？大丈夫？今大丈夫なのかな？まあまあコメント打ってっから大丈夫なんだろうけど。カメラ買う。誰が使い始めて、誰が流行らせたんだっていう、忖度って。でなんか使い方間違えてんの？俺が辞書で調べてる限りだと、忖度って相手を思いやることとか押し量ることみたいなこと書かれてて、これ忖度の使い方間違えてねえかみたいな。うん、大丈夫？うん、なんちゃら学園、森友学園かな。うん、やたら最近忖度って言葉を使いたがる人が多いなと思うんだけど、確実に忖度の使い方間違えてねえかと思うんだよね。でも俺も森友学園の問題よくわかんないんだけど、なんか学校を建てる費用をなんかあれしたんだろう。うん、こいつ気持ち悪いな、なんだこれ。会社の運動会で社長が出るリレーをみんなで忖度リレーって言ってた。なんかなんだろうね、なんなんだろう。国の土地を安く売ったんだ。まあそれはダメだよな。どれ終わりだな、なんかどれのリスナーほんと質悪いな。どれ終わっただろう、どれから流れてきたんだろう。絶対これどれの、ああどれのリスナーだ、やっぱり。うん、ほんとにレベル低いよなお前ら。さっきまで楽しかったのによ。わかる？なんかおかしいと思ったの。なんかどれリスナーだよ、もうどれ行けよ。気持ち悪いよお前ら。どれのやり方をこっち側に持ってくんのやめろよ、本当に。忖度は2017年流行語大賞、あ、そうなんだ。そこから一気に使われるようになった。ありがとうありがとう。合にいらば合に従えよ。そういうくだらねえコメントはどれのところでやれよ。だって俺関係ねえもん、森友学園とか。森友学園知ってるのが大人なの？森友学園と何の関係もないお前らが森友学園について語ったところで世の中変わんねえよ。使いたがり多いよね。フォローありがとう。
どうでもいいっつうか、なんか森友学園が何なのかを知らなくても何とかなってるっていう。うん。いやまあ低学歴だから低学歴だからな、俺中卒だからな。うん。まあよっぽどいい高校とかよっぽどいい大学出てんじゃないの。あーなんだろうね。なんかね、シンプゴールドさんいらっしゃい。なんかその噛みつくことが面白いみたいな文化って俺寒いと思ってて、なんかなんだろう、俺居酒屋嫌いな理由がそこなの。ごめんね、居酒屋好きな人がいたら悪く思わないでほしいんだけど、居酒屋にいるやつってバカじゃん、クソじゃん。もうはっきり言ってどうしようもない人生歩んでるから居酒屋で酒を飲むんだって俺思ってるので。ごめんね、居酒屋好きな人ごめんね、悪く思わないでね。ゴミだよ。ゴミ、居酒屋で酒飲んでるやつ。うん、俺博識じゃないよ全然、教養もないし学もないよ。うん、いやでもね、チャムね、俺思うんだけど、朝鮮学校の問題って表面化してて、これからもっともっと増えていくと思うの。要は中国とかフィリピンとかブラジルとかペルーとかどんどん入ってきてるわけじゃん、移民が。これもうとんでもなくなると思うよ。もうこの流れ止めらんないでしょ。俺は居酒屋やだ。なんかうさを晴らすような生き方してるっていうのがダメなことなんだっていう感覚を、まず問題意識を持ってないわけじゃん。だからなんだろう、俺ね、酒誘われるの本当に苦手で、なんて断ろうかっていうのをすごく考え、最近ストレートに言うんだけど、僕酒飲み嫌いなんすよっていうようにしてるんだけど、すごく難しくて、あのなんていうのかな、俺忙しいんだよ、やることあるんだよ、やりたいこといっぱいあるんだよ。で酒を飲んでる時間ってうさを晴らしてる時間だと思ってて、うさ晴らすようなこともやってないし、楽しいことだけやってるから、そのなんだろう、うさを晴らす時間に付き合いたくないんだよな、すげえ。なんか楽しい酒しか飲みたくないの、特別な酒しか飲みたくないの。わかるかな。ネットワークビジネスで上り詰めたじゃん、すごいよ。それでヒルズの最上階でスピーチしたんでしょう。そうだね、うん、うん。まあネットワークビジネスは天才的だったよ俺は。うん、居酒屋は美味しい食事をするところ。おお、だから居酒屋行ったらほとんど食ってるばっかりだね俺。ずっと食ってるかな。うん、だから俺よく例えるんだけど、おいおい、若いのにお前なんだよ、もっと唐揚げ食えよ。えい、唐揚げ、唐揚げ、すいません、唐揚げ5個食えよ。もう唐揚げ進んでねえじゃねえかよ、唐揚げ食えよ。はい、唐揚げ、唐揚げってやる？これこれ。こんなことやらないでしょ。いや、それをやってるんだよ酒飲みって。バカでしょ。
唐揚げでやれよって思うの。家でもやってほしいの。吐くまでうわーって唐揚げぶわーだし、もう無理っす、もう今日は唐揚げ勘弁してくださいって、もう一軒行こう、もう一軒唐揚げ食おうって、無理っす無理っすつって、今日は朝まで唐揚げだよバカでしょ、極端に頭悪いやつでしょ。いやじゃあ唐揚げでやれよって感じだよ、バカでしょうん、唐揚げでやれ、拷問だからね、ただの焼き鳥でもいいよお米でもいいわ、おにぎりとかで なんか酒を勧められた時点で俺は帰るかな、なんかうるせえよ、俺のペースで飲ませろよって、もう同意見同意見、自分のペースで楽しい酔い方とかあるわけだから強要ダメだね。いやまああんまり好きじゃない、俺コムショウだよ、俺コムショウ、コムショウ、めちゃめちゃコミュ障だよ俺。あ、コミュニケーション障害、コミュ障、コミュニケーション、コミュニケーション障害言いづらい、コミュニケーション障害、俺は友達いないからあんまり飲みに誘われない俺喫茶店が好きなんだよね、コーヒー飲みながらああでもないこうでもないって語ってる時が一番幸せなんだよ。喫茶店がもっと流行ってほしいの。なんかさ1000円ぐらいで、まあ1000円でいいよ、もうコーヒー別に600円とか500円じゃなくて1000円でいいわ、涼しいところで2時間ぐらいああでもないこうでもないっていう建設的な議論を、ルノワールが一番ですよ、ルノワールがいい俺は。だから本当になんか居酒屋とかバー行くんだったらルノワール行きたいもん、ルノワールに誘われ続ける男になりたいもん、ルノワール行きましょうって、ルノワール行こうってルノワールが一番楽しいよ俺。メイド喫茶は分かんないな、行くの増崎さん。あ、喫茶店は俺誰かと行きたいね。酒は嫌いっていうよりも、例えばみんな冷静に考えてね、冷静に、冷静にだよ、俺コーヒー好きなんだよ。でコーヒー、まあ500円でコーヒー飲めますよ、まあまあ缶ジュースだったら150円でコーヒー飲めますよ。お酒ってさ、居酒屋とかバーとか行くとさ500円とか、バー行ったら1000円とかするわけよ。コーヒーが、コーヒーの方が美味しくて安いの。じゃあコーヒー飲むでしょ。あ、谷さんおはよう、石野生きてんの。
だったらコーヒー飲みゃいいじゃん。なんでまずくて高いものに手を出すのか分かんない。まずくて高いものをなぜ飲むんだろう。しかもなんかどんどんバカになってくんだよ。あ、生きてんだ、うん、映画のことなんだけどさ、ダンカンさんに話してみるのはどうかな。そしたらオフィス来たのがバックについて、あのね、それはね、一番やっちゃいけないことだよ。あのね、他人を巻き込むことのリスクよ。俺はその自分の裁量でやりたいの。あのね、ダメだよそういう風な、それを利用するっていうの、人のことを。あの、人間関係は活用できるようにならないとうまくいかない。ビジネスとか特にそう。で、俺はもうビジネスやらないって決めてるし、あの、ダメよそれってさ、ダメよ。うん、仕事のあと昨日から遊びに行ってる。あ、仕事してんだ今。へえ。あ、石野が働いてんだ、すげえ偉いね。へえ。うまくいってんの石野と。あ、働いてんだ。そっか、あいつも偉いな。遊びに行ってる、働いてる。へえ。うーん、なんかね、酔っ払い嫌いなんだよ俺は。酔っ払いは苦手だ。なんで切れるの？なんで切れるの？まあね、配信全然やらなくなったもんね。うん、いや、あのね、要はね、自分の力が伴ってきたら周りが動くも協力してくれるよ。自分の力で一生懸命やることが大事なの。うん、あ、お酒も飲まないんだ。へえ。あいつね、缶ビール1日5、6本飲んでたもんね。ほぼアル中だもんね。あ、まあクズはクズでしょ。そんなに出会う前から知ってたことでしょ。リスナーの頃から知ってるはずでしょ。石野は生粋のクズだからね。俺もまあなかなかのクズだけど、石野はもう結構ぶっ飛んでるからな。まあでもその石野を働かせてるんだからすげえよな、谷さん。うん、あん、何言っても働かなかったかんな俺が。すごいわ。まあ谷さんがそれだけ大事な存在なんだろうな。彼女と結婚した、あのね、栗さんね、ごめんね、栗さんがそういうつもりで言ってるわけじゃないんだけど、わかるよ。でもね、これは大人として言わせて、あのね、子供作らないのとか結婚しないのってすっごく失礼な発言だからね。それ、あの、やめた方がいいよ。と、俺は思うよ。あのね、ダメでしょ。人の恋愛に対して口挟むのは。うん。子供とか結婚しないのってさ、どこから目線でそれを言ってんの？もちろん栗さんがそういう意図もなく言ってるんだろうと思うけど、うん、私は働けとは言わないけど働いてる。ああ、いいじゃんいいじゃん、公園で二人でお弁当食べたりとかね、いいじゃん、素敵だよ。ああいいな。のんちゃん今日お弁当公園で食べようよ、外で。ねえ、それパクろうぜ。それいいな。配信者なんだからっていうのは何なの？その君たちのルール知らないよ。配信者だったらこうあるべきだとか、知らねえよそんなルール。勝手に決めつけんじゃねえよ。ここにはここのルールがあるんだよ。ここで従えよ。
ねえ、公園でお弁当ね、いいよね。すげえ。小学生と子供みたいな。結構嫌なのよ、俺は。熱中症になるかな。まあなんか一種のが幸せだったらね、いいけどね。今日暑いか。じゃあやめよう。部屋の中で弁当食べよう、のんちゃん。のんちゃん、俺の言うこと絶対断んねえかんだ。性格悪いな、このポップコーンっていうやつは。どんな生き方したらこんなになんだろうな。かわいそう。なんかね、アイスいいね。セブンイレブンでさ、ジャイアントコーン俺大好きなんだよ。で、あーい、おはよう。おはようございます。風船ありがとね。ジャイアントコーンが好きで、ミント味、なんか今年ミントブームじゃない？なんかやたらミントアイスが売ってて、なんかミントのジャイアントコーン、俺とのりこがハマってたんだけど、最近売ってないんだよ。で、のんちゃんがね、覗き込んでね、和道さん、ミントがないっつって ミントが消えたって言って。のんちゃん、あれは限定品なんだよって。そうかっつって。和道さんは何でも知ってるっつって。笑い男和道つ。ねえ。笑い男なんかあれじゃん？ニコ生の笑い男でしょ？何？最近ニコ生やめたの？ふわっち見に来るようになったの？学歴ディスられたっつっても、中卒は中卒だからね、俺。別に学歴ディスられても反論しようがないかんな。だって学校行ってねえんだもん。テンション下がってるかどうかは別問題として。低学歴がっつったら、ああ、低学歴だからなあしか言えないかんね。え、別の人だ。あ、そうなんだ。ニコ生時代に笑い男ってずーっとコメント書いてくれてた人がいたんだよね。あ、別の人なんだ。そっか。アイス美味しいです。 はい、ゴミくずです。すいません、アイス美味しいです。 まあいいじゃん、そんな高学歴でさ、そのねえ、やることあったら配信者なんかやってねえだろ。 そう思わない？その配信者に学歴とか求めねえでくれよと。あ、でも高学歴な人結構いるんだよな、よくよく考えると。慶応卒とかさ、青学卒とかいっぱいいるんだよな。なんであの人たちの配信やってんだろ
ねえ、でさ、社会的にすごくねえ、いい会社とか上場企業とか勤められるわけでしょ。だって世間一般でさ、慶応卒って言ったら仕事選びまくれるわけでしょ。なんで配信なんかやってんだろう。なんで青学とかさ、意味がわかんねえよな。もっとやることあるだろう。え、青学とか慶応って高学歴なんじゃないの？違うの？いや、普通に高学歴でしょ。まず大学すら行ってないんだから。国公立って何？横浜大学とか？わかんないけど。千葉大とか。いや、俺そういうのわかんないもん。まず俺の中のイメージって、大学ってあの円、こういう風な席がだんだん畑みたいになってて、で先生が下の方の教壇に立ってて、黒板の前に立ってて、でごめん遅れてきて、こう女の子が入ってきて、なんか出席をかいくぐるみたいなイメージよくわかんないけどそれが大学なんじゃないの。頭良すぎて働きたくないのかな。よくわかんねえな頭良すぎて働きたくない、頭悪すぎて働きたくないかんね、俺は。うちの会社にいる東大卒や、え、なんて読むの、京大卒か、高卒の子より使えないのに無駄にプライド高いので扱いに困る。おー、こいつうぜえな、ほんと。何なんだろう、うん、アステアガダブロックしよう、うん、気持ち悪いこいつ、うん、嵐で、嵐大丈夫、ブロックした、めんどくせえから いや、ストレス解消法を俺にぶつけられてもさ、俺には1円の得もないわけじゃん。そんなさ、勝手に社会に出て働いてさ、俺何の関わりもない人にストレスぶつけられてもさ、犯罪行為でしょそんなの、うん、なんで俺がこいつのストレス解消しないといけない。だったら花火くれよって思わない？だったら花火ファンタスティック100発ぐらいくれんだったらさ、いくらでも相手してやるよ。勘弁してくれよ本当に。ねえ、オナニーした方がいいよ。そう思いません？なんで荒らされないといけないんだよね。めちゃくちゃだよ本当に。数合わせありがとう笑い男さん。いや、金払ってでも嫌だけど、せめてお小遣いぐらい置いていくのが大人なんじゃないのって思うでしょ。うん、嵐代ぐらい払ってほしいよね、うん、まあなんか無理だなって思ったからブロックした、うん、ニコ生のデブ女生主、ノーベル賞理論に基づいたダイエット法知ってるって聞くとみんな食いつく。あー、全然食いついていいよ。さっきのシェアしたやつでしょ、うん、なんか変なん来たな、まためんどくせえ。ブロック。荒れるの喜ぶつうか、まあ普通に俺金稼ぐためにやってるからね。あ、そう、新しいアカできたんです。そうアカウントいっぱい持ってんだよ。よくわかったね
うん、あ、配信者だったんだ、ヤフーチャット。お前どれのリスナー、ほんと質悪いからほんと嫌いなんだよね。なんか俺の話題出すからさ、あいつがさ迷惑なんだよね、ほんとに。あのリスナーが移動してくるじゃん、もう超めんどくさい。こっちはこっちで楽しくやってんだから名前出さないでほしいんだよね。ブロックしようかな、どれ。うん、普通にだるいわ。俺別にどれの放送見れなくても何にも困らないかんね。何にも困らない。悪影響しかない、ほんと。普通に勘弁してほしい。ドレさんの放送最近面白くない、もう全然見れない。メンヘラ多いのはほら放送全然メンヘラ多いよ昔からね。メンヘラの女の可愛い子多いんだよね。うん、あ、めんどくせえなこいつも。はいはい、どれ見てればいいよ。ブロックブロック、めんどくさい。さすがに顔で分かってると思うけど、どれ見てなさい君たちは。もうマウンティング仕掛けてくるのがもうドレリスの特徴だからね。プチ有名人とやりたがる。もうなんだろう、頭痛えな。もう休もうか。うん、なんか変な荒らされてるし。うん。いや、別に仲悪くなったわけじゃなくて、なんかすげえディスってくんだよね。うん。まあ、顔だけだな、俺が勝ってんのはな、ドレさんな。うん。そうなんだよ。顔だけなんだよ。うん。知性と学歴と身長と喧嘩の強さ全部負けてんだから、顔だけはいいんだよ本当に。なあ、顔は圧勝だから。じゃあみんなおやすみ。お疲れ。顔だけ勝ってんだよな。ありがとう、花火ありがとう。